はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。7月1日火曜日、本日は気候の相模原店から生放送です。いいね相模原、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。おいおい、気候のナンバーワンハンサムの高橋店長じゃないかな。ありがとうございます。うちのアルバイトスタッフがまた、アルバイトスタッフの方がね、書いてくれたので、ありがとうございます。お願いします。こんばんは、和骨来た。ありがとうございます。はい、弘前から和骨です。こんばんは。こんばんは。青森県から、ありがとうございます。ありがとうございます。マリカちゃん、かわいい。やったーと。そうですね。おー、今日はね。今日本日の志田騎士の方は、CR マリカちゃん。あ、違います。どんだけ好きなんですか。CR マリカちゃん。マリカちゃん。こちらの台を、打っていくんですか。はい、CRF フィーバーか。フィーバー猛烈、パイレーツをね、本日2時間指導していくんですけれども、はい、相模原店の場合はですね、対決形式になっておりますのでね、本日は何で対決しますか。大当たり回数で。あ、大当たり回数と。いうことで、今日は2時間で大当たり回数で対決、はい、そして負けた人には罰ゲーム。恒例の、はい、恒例のね、もうやめましょう。罰ゲームの考えるとですね、もう非常に気持ちが、そうですね、テンション下がっていきますからね。はい、まあ負けなければいいだけの話なんで、ね、もちろんそうですね。本日もね、3分の1で誰かが負けると、いうことなんで、ね、よろしくお願いいたします。じゃあ大選びもね、やっぱり重要になってくるんじゃないですか、今日も。その前にですね、新メンバーがいるんで。そうですね。新メンバー、金ちゃん。はい、ちょっと待って。新メンバー。いや、待ってください。おかしいです。僕です。新メンバーがいる。新メンバー、そうですね。じゃあ、自己紹介の方ね、していただけますか。はい。どうも、はじめまして。皆様の、はい、ご要望に応えまして。誰のご要望だ。いいから、それ。はい、いいですか。すいません、中志です。よろしくお願いします。中志です。よろしくお願いします。中志は相模原店に来る前はどこにいたの。相模原の前は平塚の方で。あ、平塚、はい、じゃあ関東にいたんですね。あ、そうですね。そうですね。こっち来て2年ぐらいですかね。じゃあ元々の出身は関西。あ、大阪ですか。あ、はい、大阪ということで、じゃあその辺もね、ちょっと放送中にね、いじっていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。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 はい、イケメン店長来た。おお、じゃんけん。あ、じゃんけんしましょう。じゃあね、早速じゃんけんしてください。はい、じゃんけんほい。最初はグー、じゃんけんほい。はい、こうでしょ。あ、金ちゃんが勝ちましたんで、金ちゃんが一番最初に台を選んでください。じゃあ、この台を選んでる間に、じゃあ CM いきますか。はい、じゃあ皆さん今日も2時間よろしくお願いします。お願いします。はい、選んで。はい、自分どうぞ。角で行きます。角で。はい。オッケー。はい。じゃあ俺この感じいいね。聞こうな。お、中地さん主役ポジションですね。そうなん。お、ということで、端っこから金、右端から金ちゃん、中地、高橋店長。順番になってますね。あ、もう全然打ってください。はい、じゃあ遊戯スタートしてください。さあ、本日は CRF 猛烈パイレーツ、ライトミドルスペックですね、199.8/1になっておりますので、まあ大当たりね、すぐ見せられると思いますんでね、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、こう動きたいですね。はい、今日は僕がバンバン当てちゃうんで。何を言ってるんですか。雑音が聞こえますね。雑音がちょっと聞こえますね。カメラを独占します。あ、カメラ独占すると。カメラを独占します。金ちゃんが言っておりますのでね。はい、こんな音でいいかな。はい、じゃこっちをね、せっかくなんで高橋店長代打しましょうかね。はい、はい、よいしょ、少々お待ちくださいね。何かな。はい、ちょっとコメント待ってくださいね。ごめんなさい。はい、はい、で、打ってる台をで、画面向かって、右側が高橋店長で、左側を今、はい、金ちゃんの台をね、映しておりますので、少々お待ちください。はい、あ、はい、ちょっとね、調節してるんで、皆さんで喋っておいてください。はい、はい。あ、緑緑保留。
はい、高橋さんと緑当たりじゃないでしょ。まだ早いでしょ。ハイレースの緑は当たらないっすよ、緑は。マリカちゃん来ますね、来る。あ、マリカちゃん来る、はい、はい、じゃあね、ちょっとコメント読んでいきましょうか。すいません、溜まっちゃいましたね、はい。群馬からこんばんは。どうもこんばんは。今日は水着ギャルいないんですかって。いつもいないからね。いや、後で登場します。そんなサプライズが、はい。和骨寝ますね、相模原お休み早いからね。早いよ。早い早い早い。和骨や、CR 海賊の時間だ。ありがとうございます。明日自転車で20分かけて行きますぜと。ああ、行きましたでも、いきなり。ありがとうございます。あ、マリカどういう反応してるんですか、本当に。マリカ来ましたよ。はい、マリカ来ましたね。燃えますね。燃える。マリカ好きなんですか。燃えますね、これだいぶ。デスソースですか、負けたら。いやー、どうでしょうね。何でしょうか、今日の罰ゲームは何かな。最後までご覧いただければと思います。楽しみにしておいてください。胸圧の相模原店来た。ありがとうございます。胸圧ですよ、胸圧。はい、さあ、金ちゃんもちょっとチャンスっぽいね。若干来てますね。でも青堀なんでね、うん、どうでしょう。ちょっと弱い。役物が来ました。これね、役物出るだけじゃ全然当たんないからね、この台は。本当に存じ上げております。和骨こんばんは。こんばんは。猛烈、店長とも寝たの。店長相手に、接待じゃんけんなしとは恐れ入ったなと。そうですね、そういうのないですからね。そういうのないです、そういうのないです。まあやろうと思えばできますけど。ガチタイムやのに大当たり回数なんやと。16ラウンド回数にしたら自力感あって面白そうだけどなと。ああ、なるほどですね。うん、まあ、今日は大当たり回数でいきましょうね。はい、はい。ライトの方ですか。そうですね、今日はライト。今日ライトですね。はい。11連チャン見たいんだけどなと。ああ、見せますよ。11連チャンは厳しいよ、この台。でもね、過去最高、多分そんぐらいはしてると思いますんでね、11連チャンぐらいはね。横須賀店推しのあっちゃん、こんばんは。こんばんは。鎌田だっけ、前回転出したの。そうですね、蒲田店の放送の時に猛烈パイレーツ全回転出ましたね。ああ、そうですか。はい、誰が出したんですか。オギーですかね。ああ、オギー、オギー、はい、やるね、オギー。オギーやりますね、オギーさんか。ライトミドルとミドルの違いは何ですかと。まあ、確率もそうですし、はい、あと振り分けですよね。そうですね、出玉も違いますよね。はい、16のですね。はい、相模原来た、ありがとうございます。金ちゃん見えにくい、イケメン、イケメンの水着みたいな。あ、赤の方、服部くんまだですか。ブーメランで服部くんまだですかってコメント来てますよ。わかりました、じゃあ服部くんしますやめましょうよ、やめましょう。いいですか。私今から行ってきます。いやいや、いいです今日は猛烈パイレーツ打ってください。はい、そうですね。和骨です、こんばんは。こんばんは。こんばんは。横からの役物は弱いよねと。縦からの役物来ないと。そうですね、でもそうですね、猛烈が来たらまあまあ暑いですよね。いや、今しれっと中西さん外してましたよ。全然猛烈あんま大したことないですね、この台は。そうなんですか。はい、何がじゃあ暑いの。なんかドクロの役物みたいな。真ん中これ、これこっちでしょ。インパクトドクロです。そう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 、上から降ってきます、ドクロが。はい、いや、分かっとるわ。申し訳ございません。ほら、分かっとるよ。キコーナデスソース店の皆さん、こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。デスソース店その味からちょっともうなんかそんな風になってくるの。激辛と激甘ってどっちが辛いかな、みたいな、チラチラ。いや、でもね、激辛ですよ、うん、多分辛のが辛い。辛ですね。まあ、残りますからね。そうですね、甘より辛の方がやっぱ辛いかもしれないですね。はい、チャンネル巡ってたらまさかの近所、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ぜひ遊びに来てください。キコーナ相模原店ね、はい、に4月にオープンしたばっかりなんで、ぜひ。皆さん、オンバンミー、こんばんは。オンバンミー、オンバンミー。はい、ゲロサムの金ちゃんがいる、寝ます。じゃ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 、なんかすいません。おやすみなさい。なんでですか、なんでですか。いや、見てくださいよ、今日僕活躍するんで。見てください、今日は活躍してくれるということなんでね、ぜひ見ててください。はい、あっちゃん、どうもす、どうも。ブーメラン、ふんどしでいいよと。あ、そうですか。
ふんどしって今まで買ったことあります？履いたことあります？いや、3回ぐらいしかないですね。3回はあるんですか？3回はあるんですよ。3回はあるんですか？ふんどし。いや、ないっすわ。ないっすよね。ないない。あんまふんどしは履く機会がね。一言言わせていただきます。圧力マジでかっこいいです。ありがとうございます。今日もね、私のアルバイトの書き込みがね、今日頑張って書いてくれて。いや、それ今自分で書いてる。書いてないです、書いてないです。ST の最後で復活あたりしたんだけど運が良かっただけですかと。ああ、でも、まあ、そうですね、うん、すごい引きですね。いい引きですね。持ってますね。気候などと結構モーパイ多いよね。気に入ってる。ありがたやと。ああ、ありがとうございます。出たのは愛全回転だったからまだマリカ全回転出すチャンス残ってるよと。了解です。まあね、店長マリカ、マリカ、マリカ推しなんで、マリカ推しなんでね、はい、まあ出してくれると思いますよ今日は。はい、相模原といえば服部だもんな。そんなにインパクト焼き付いてる？焼き付いてますね。だって1回しかやってないですよ。服部くんもね。蒲田で11連チャンしてたよね。そうですね、蒲田は11連チャンしたんですけど、あれはミドルスペックの猛烈なんで、若干こっちよりは連チャンしやすい仕様になってるかもしれないですね。オギーですか？いや違いますね、それは、違う方が、しましたね。はい、蒲田の方はミドルだった。そう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 。猛烈役者は今12連敗中だわーと。ああそんなに当たらないんだね。あ、そうなんですね。じゃあ、あんま期待しない方がいいな。そうですね。相模原店のクルーンは全てガムで塞いであるんですよね。通報しておきます。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですよ、普通にね、動いてますよ。ますはい、あ、ガムがまさか。てんちゃんが金ちゃんに切れたわらわら、はい、いつも切れてますね。そうですね、はい、そうですね。景品にデッソースってないですかと。あ、じゃあ置きますか。いいと思いますよ。デッソースね、結構番組で見てね、結構自分で試される方とか結構いらっしゃるんでね。もうね、ぜひ景品に置いていただければね。もうね、我々の苦痛が分かっていただけますよ。ああ、それはありですね。みんな食べたらいいですよ。本当にきついですからね、デッソースは。本当にやるんだったらレベルがあるんでね、デッソースの中でも。そうですね。青とか黒はやめた方がいいです、本当に。金ちゃん首でいいんじゃねえか、もうと。なんでですか。なんでなんでなんで。じゃあ首で。早い即決。いいじゃないですか、こう生放送中に首っていう。とんだサプライズですよ。面白い。いいんじゃない、金ちゃんにサプライズ演出でね。いやー、それだと。だいぶ辛いですよ。だいぶ辛い。あんのか。さあ、ふんどしの時間だ。相模原店って平塚から近いですかと。いや結構遠いですね。結構遠いですね。まあ、中椎はね、はい、平塚にいたからね。そうですね、電車で1時間30分見てれば着きますからね。だいぶ遠いね、それね。いや、そんなかからんやろ。あれ、それぐらいかかんないですかね。いや、そんなには1時間ぐらいで行くとは思います。1時間ぐらいじゃないですか。多分金ちゃん活躍したら余計お客さん減るねと。ああ、もう首で入ってもらえますか。風当たりがなんか強い、うん、俺なんかしたっけ。平塚からだと1時間以上かかるなと。どうでもいいが正直この ST きついよねと。あ、確かきついですね。まあ、確中確率が108、そうですね、108ぐらいなんで、やっぱり若干きついっていう感じはあるかもしれないですね。そうですね、だからいかにこう初当たりを早く、ね、そうですね、初当たりを刻んでいくかっていうね、うん、ところはありますね。そうですね、はい、ライトは続きにくいね。そうですね、10連だったからエンディングの一歩手前で終わったんだよと。あと1回が大事と。そうですね、エンディングもなんかあるみたいなんでね。出してありますよと。お願いします。なるほど。そもそもデスソースっていくらなんですかと。あれはいくらやったかな。1200〜1300円ぐらいだと思うんですね。はい、デスソースってマジを置いたらこの放送見てる人は需要あるんじゃないですか。あ、じゃあ分かりましたよ。じゃあ行きますよ。1個ぐらい置きましょうよ。はい、一番こう辛さがマイルドな弱いやつ、弱いやつの方がいいですね。なんかね、後でね、これ食べたらどう変なことになったって大変ですからね。はい、店長レッドブルおごってください。前もありましたね。前の方ですよね。そうですね、はい。一番可愛いのは千秋ちゃんだろ、サンズ柄の子。いや違いますよ、え、マリカですよ。マリカ7番。いや、そこは言われませんよ。千秋ちゃんは、デスソース差し入れしたら生き飲みしてくれますか。もうね、
殺す気ですか。死にますね。一気飲みはきついよ。一気飲みはきついですよ。金ちゃんセクハラ発言はよ。いや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 、金ちゃんあんまりそういうキャラじゃなさそうだよね。そうですね。いやでもね、バンバンしますよ。バンバンするんですか。そんな店長。まあ女性じゃなくて男性にしてるんじゃないですか。あ、それは俺危ないやつみたいな。勝てないけどこの台面白いと。ああ勝ちにくい感じはするのかな、やっぱり。店長にお願いがあるんですがいいですか。はいはいはい。その後のコメントはどれだ。ちょっと待ってください。何でしょう。ちょっと待ってちょっと待って、トイレの石鹸薄いんで、希釈しやすしすぎないでください。あ、わかりました。はい、濃くしますね。はい、お、これは常連のお客様ですね。はい、ありがとうございます。どんどんね、コメントいただければお店の方にね反映させていただきたいと思いますんでね、できる範囲でね、よろしくお願いします。はい、お、なんと相模原店のイケメンランキングが到着しましたよ。お、お、1位金ちゃん、あ、金ちゃん、1位あっちゃん、1位あっちゃん、2位金ちゃん、3位高橋と呼び捨てじゃないですか。これあっちゃん、アッキーのことですか。はい、じゃあ、あっちゃん、僕です、僕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 です、僕です。あ、あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん、そう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 、ありがとうございます。私3位、そうです、そうです。あら、しかも店長ってついてないですね。高橋、高橋。ありがとうございます。ありがとうございます。金ちゃん、モーパイ簡単ですかと。はい、簡単ですよ。まあね、早く誰かしら一人ね当たってほしいんでね。まあ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 、はい、まあまあまあ、もうちょっと待ってくださいよ。まだね、慌てる時間じゃないみたい。100% SD 1500発が 60% を考えると 62% 削るも仕方ないけど、他犠牲にして連チャン率上げてほしかったなと。ああ、出玉を削ってとかね。確かに、あ、その辺はね、やっぱ連チャンしないとパチンコあんま面白くないところはあるからね。その辺はちょっと気持ちわかるな。キューズ柄の博士、博士感がいい。キューズ柄。キューズ柄。どれどれ、わかんないな。金ちゃんは、自在、ん、どこだ。今日はコメントたくさんもらってるんでね、ちょっと私のコメントを読むペースがね、追いついてないです。追いついてないですね。すいません、すいません。結構遠いんで平塚店に遠出したついでに行こうと考えてたんですけど。ああ、そうだった。いやいや、来てください。いや、来てくださいよ、相模原、来てくださいよ、本当に。金ちゃん、あっちゃんはやはりかっこいいですか。金ちゃんが俺のことをかっこいいと思ってるかどうかってことだね。ああ、うん、そうですね、もうこれは最高ですね。最高系だよ ね、ありがとうございます。じゃあね、今日ご飯おごってあげるからね。ああ、いただきます。おごってもらいなさいよ。さあ、言うてるところで8点ですね。はい、8点。さあ、金ちゃん、そろそろ見せてくれてもいいよ。今、緑保留が入っております。はい、背景は非常にサドンデスソースが、登録されました。ありがとうございます。意外と出玉の爆発力はあるからねと、6連5連とできた時は良かったよと。そういう2回連続してね、固まってくれば出玉的に期待できると。金ちゃんは存在自体がセクハラ、女性の敵。あ、そうですね。ひどい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 。もうクビにしましょう。待ってください。濡れ切るです、濡れ切る。だから生放送出れば出るほど首近づいていくみたいなね。複雑やわ。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。石鹸は重要だぜと、潔癖症には特にね、重要ですね。金ちゃん暇ならマクドナルド行ってみんなのハンバーガー買ってきて。暇ちゃう、暇ちゃう。暇ちゃう、暇ちゃう。ああ、ちょっと買って。うるせえ。シェイクが飲みたいな。ああ、でも青かついか、ダメですね、これは弱いです。弱いですね。はい、店長にお願いがあるんですが、はいはい、金ちゃんを課長にしてあげてくださいと。あ、わかりました。課長。課長。課長って役職あるんですか。金ちゃんか、金ちゃん課長にします。金ちゃん課長。長いですね。今課長にしましたよ。あ、今課長に紹介。あ、ありがとうございます。おお、やりましたね。金ちゃん課長で。うん。ありがとうございます。あっちゃんイタリア行っちゃった、いてないですよ。スロットからトイレ遠い。ああ、確かに。それはちょっと歩きます ね、でもトイレを今から付け直すってなかなかね、そうですね、厳しいんでね。もうトイレはね、ちょっと早めに行っていただいてね、処理してください。
高橋ドンマイケル、ありがとうございます。じゃあ僕も、店長にお願いがあります。おいほほ、今度のガロの上から出てくるガロ焼くものをテイクアウトしたいんですけどいやそれはあかんすね、それはちょっとね、お客様ね、あれないとね、なインパクト全然ないからね、あれないと何の機会か分かんないはい、さあ、ちょっと暑そうですけど、キーちゃんダメそう、どうですかね、あー暑うれろ、当てちゃいますよ。こういうリーチでも全然当たるところが猛烈パイレーツのいいところみたいですよ。結構弱いリーチとかでも当たったりするみたいなんでね、はい、外れちゃいました。あなんかすいません、弱かった、ね、まあまあそんなもんですよね、うんうんうん、さあ中氏はだいぶ静かだけど、ちょっと僕の台だけなんか、周りの台と違うような気がする。何が違う、何が違うのちょっと映そうか、あ、映してもらいました、やっと演出発展したんですけど、やっと演出発展した、はい、やっと演出に発展した中氏の台です。はい、よいしょ、中氏って誰ですか。今日ね、初登場なんですよ、中氏は。あ、初登場のね、はい、ペーペーなんですよ。ペーペーそうですね、もうペーペーってペーペーじゃないですよね、中氏ね。いや、すみません、まだまだ時間ありますからね。あ、そうですね、まだまだ時間はいっぱいありますよ。はい、中氏は今リーチ、今リーチですね、はい、中氏は、はい、こう、この相模原店に来る前は平塚店にいて、その前は大阪にいたの。大阪の茨城店ってところにいたんですけど、茨城店、はい、その前は赤店長、赤やめてもらっていいですか。店長、中氏の自己紹介してるから自己紹介してるからしかも赤出ただけなのバルサイギター私ね、あの空気を読まないんでさあ、画面向かって右側、高橋店長では赤保留ですね。さあ、あ、マリカ来ましたよ。さあ、リーチ燃えますね。はい、あ、おお、グン出てる、グン出てます、高橋店長来ましたね。これは来たんじゃないですか、店長やるじゃんと。あ、任せてくださいよ、いや、ね、当たらないと意味ないですからね、グン、熱、最強じゃん、まあ、まあ、これはね、はい、これはさすがにね、さすがに来ないとね、うん、お、赤文字、しかも星が 3.5 個と、ちょっとなんか中途半端ですね、来ましたわ、はーずれろってコメントが、来ましたよ、あ、燃われちゃう、このまま動きましたね、あ、ここも赤になったの、ほら、あ、本当だ、さあ、軍 40% ぐらい、あ、40%、店長分かってるよな、この流れと、あ、青カットインが絶対絶望する展開が見える。さあ、カットインは青か赤か、この後、いや、ドラム君がバーンってくるじゃないさあ、激熱の青カットインは、あ、さあ、カットインは強い、強いね、これはいったんじゃないですか、マリカ萌えだよ、はい、来ました、大当たり、本日の初当たりは高橋店長、おめでとうございます。おめでとう、この辺はさすがです、さすがですね、おめでとうございます、いや見せますね、やっぱ店長ですね、こういうところは出してください、はい、来ました、ガチタイムということで、ここからがね、この台の見どころなんですよ。ガチ抽選ということで、ね、クルーンがありましてですね、そちらに、弾を入れて、16ラウンドもしくは4ラウンドのね振り分けになるわけですけれども、さあさあ、ちょっとカメラをね、あー、うん、半々か、半々ちょっと見づらいかな、ちょっと見づらいかな、ごめんなさいね。さあ、このね、下のもうちょいカメラ上に上げないといけないかな、はい、さあさあ、16ラウンド、おめでとうございます、すごい、はい、来ました、16ラウンド大当たり、いや、やっぱすごいね、こうやってね、こうちゃんとね、見せるところは見せるからね、高橋店長は、はい、これ、ももクロの歌ってどれだ、それですね、あ、これ、はい、ももクロの歌がね、この台は流れますからね、はい、そうなんや、おめでとうございます、16連打しましたかと、今しましたよ16連打見てないですか、ちょっと見えなかったですね、あ、そうですか、いや、早すぎて、あ、早すぎて見えなかった、はい、なるほど、普通の、ね、連打で見てる、店長、結婚してください、ハート、はい、結婚しますよ、店長、視聴者プレゼントしてください、あ、そうですか、あ、圧力コメント読んで追いついてない、ごめんね、中氏、本当に見せ場作れよと、
はい、任せてください、はい、そう中島もね、見せ場作れなかったらもうクビになるんで、初回にしてクビだけはちょっと勘弁してもらいたいですね、お明日うちにこうぜひいらしてください、相模原店待ってます、さすが店長の名を持つ男わらわら、ビッグ引いた時のフィーバー画面でボタン7回押すと曲が自由に解放されますよと、あ、そうだった、はい、うん、お願いします、あ、なるほど、うん、もうそんな裏技出てるんですね、はい、出てますね、はい、さすが店長仕込みのプロやなと、任せてください、はい、店長いいオチ期待してる、いや当たりましたね、軍事態度 20% くらいしかないと思うよと、おめでとうございます、あ、そうなんですか、はい、近所マックスしかありません、泣きマックス、これミドルマックスないですよね、マックスないですよ、はい、まあ、300分の1のやつかな多分ね、はい、店長この展開どうすんだよと、何 年させますか、あ、何年、そうですね、12連目標は12連、はい、金ちゃん首、スマイル見せてさらっと呼ばれてる、金ちゃん首、これは1個だな、磁石牌を持ってないな、金ちゃんデスト確定しました、はい、お疲れ様、はい、お疲れ様です、今日の店長何か違うなと、はい、4ラウンドかけるではない、どうせ単発ですよ、はい、もう、うん、単発ですよ、クルーンはガチですか、ガチです、ガチですよ、はい、中志自分をアピールしたかったら見せ場を作るんだ、いやこれ熱いんじゃないですか、熱そう、ギジさんです、おお中志チャンス、いやでも青だ、青保留、青だ、はい、いや変わるんじゃないですかここから、うん、青は空気だよ、はい、4ラウンドが面白いよねと、そうですね、ちょっとねコメント入ってごめんなさいね、今日ね追いつかないです、店長笑顔を見せてください、はい、はい、後で見せますよ、はい、勝った時の笑顔をね高橋店長この台簡単ですか、あ、簡単ですかこの台、まあこれからじゃないですか、あ、これからね、はい、これ熱いやつ、インパクトです、インパクトです、いやこれまだ当たりじゃないから、そうですね、店長ホモですか、いやいやこれは当たりですよ、店長ホモですか、いやホモですね、あ、松も倍ぐらい、初耳、はい、店長、あ、いいはよ、曲解放は小冊子に書いてあるから裏でもない気もするけどね、なるほどなるほど、店長マジで格好よくないかもね、を海拝見、はい、店長 B 型、はい、はい、この放送を見てホール行ったらこれで5万勝ちました、おめでとうございます、あ、まあ、いいよいいよ、そういうのいいよ、そんな勝てます、これで、はい、12年高橋店長16連だろうとさすがっすね、さすがっすね、さすがだな、皆さんさすがっすね、あ、はい、さあ中島はチャンス、いやこれ相当熱いと思います、相当熱い、はい、いやでも保留青だからな、うん、そうですね、こんな新参者に先に当てられてはねえ、緊張の立場ないよね、見とけよあ、外れた、そうですね、はい、あ、首だな、首風紀を呼んだで、リーチ外れたら首、もうどんどん首になるじゃないですかそれ、もうしまいには僕一人で打ってますよね、はい、首だな、過去確信ダセーなー、な中し持ってねえなーと、持ってないですね、俺が来たぞ、いらっしゃい、どうも、あ、どうも、スペックを教えてくださいと、ライトミドルですね、はい、ね、あの画面の上に書いてありますけれども、199.8 分の1のライトミドルスペックを本日は打っております、確変突入率は 100%、ST が110回転で ST 中の大当たり確率は 108.1%、 1分の1となっております、はい、はい、左 30%、店長付き合ってください、はい、わかりました、はい、ただ毎週のようになんかラブコメントが来てますね、そうですね、来てますね、羨ましい、はい、一言言うよ、いいかい、ドンマイケルと中志ドンマイケル、いやそれ言いたいだけです、はい、振り分けややこしいんだっけって、そうなんですよね、そうなんですね、あのクルーン の、 あのビッグとレギュラー の、 その振り分けがですね、細かく設定されてるんですけど、それはねちょっと皆さんググってくださいね、はい、これ確変中リーチにもなかなかならないですよね、ならない、うん、今また外してますもん、はい、青保留だからかな、あ、でもやっぱ熱くないとねちょっときついところはあるかもしれないですね、はい、マジか、首はかわいそうだから減給だね、まだあ、それもだいぶ辛い、それもきつい、あ、9割カットしましょうか、店長 ST 駆け抜けたらレッドブル3本くださいねレッドブル好きですね、好きですね、でもねなんか、はい、駆け抜けそうなんでね、あ、ちょっとね一回これハンドル離しますよ、あ、そうですね、ちょっと怖いですね、いつものね、
あのオカルト打法をあオカルト打法やってくれるということで、ね、やってくれますよ。はい、はい、流れが悪いときはね、はい、金ちゃんと中氏はボーナスもらいましたかと。まだボーナスはもうないですね、2人は。ねえ、そんな、いやでも僕今日当てますよ、店長。ちゃんと仕事しますよ、仕事を。本当にちゃんと仕事しますよ。どっち喋ってるのか分からなかったじゃないですか。似てますよ、微妙に。はい、デモ画面をね、はい、デモ画面ね、はい、高橋店長こういうね、あのオカルト大好きですからね。オカルト大好きですよ、はい、私は。店長と中氏だキスをするが、キスをする罰ゲーム、重か。ボーナス何に使うのと。あ、緑来ましたよ。緑、はい、これ当たったな、うん。皆さんボーナス入ったら何に使うんですか。そうですね、なんで黙るの。何で使いましょうかね。なんで黙るの。放送に言えないことに使うの。そうですね、まあ、だいたい打ちに行っちゃうんじゃないですか皆さんね。そうですね、だいたいパチンコに使いますよ。僕は電子レンジを買います。あ、電子レンジ買う。電子レンジ買います。中氏は。僕は旅行にでも行きましたね。あ、いいね、旅行ね。高橋店長。私はね、はい、ボケてボケて、ちょっとあの気持ちいいとこに。やめてください。それダメですね。ギリギリセーフ。緑ホリデーでもテンパイしないよと。あ、ね、今でもね、してますよ。テンパイしますね。はい、店長話しかけてもいいかいと。あ、どうぞ。ぜひぜひ、はいはい。預けんとかけて、赤字届く、その心はどちらも儲けがないと。どちらもどちらもハケジですよ。ST 値は緑以上じゃないとねと。なるほど。今はい、暑そうですか。うん、お激アツの猛烈パイレーツじゃないですか。ありがとうございます。はい、そうなんです。今日は猛烈パイレーツ。はい、これは、はい、あら、あーだねー、マジで。はい、 ST 中ってどの騎士もリーチ来なくないと。あー、最近の、ね、あ、その感じでめっちゃわかります。来ないですね。これガチ抽選なら ST、50番にすればよかったのになぁと。あー、なんで。うん、ST 中の堀はあんまり当てにせんなぁと。あー、そうなんですね。今日の圧力の米さばきが悪いな。ちゃんとご飯食べてる。食べてますよ。すいません。店長マジで今度話しかけるね。ああ、どうぞどうぞ。はい、オカルト大事。この台オーバー入賞しやすくていいですよねと、うん。なるほど。うん、中氏優しそうですね。ああ、ありがとうございます。優しいですよ。はい、と見せかけて僕の方が優しいっていう。インちゃんはね、いやマジでグロいですよ。嘘くさいね、存在が。そんなことないですよ。存在が嘘くさい。存在が嘘くさいね。やばいな、あと50回だ。一旦顔見せてほしいと。中氏、ちょっと顔見せて。ああ、中氏ね。もうちょい、もうちょい、こっち。見せてあげなさいよ。どうも、中氏で。あ、そこそこそこ。はい。ボーナスいいよね、と。俺ないよ。ボーナスはリスナーに大盤振る舞いしてほしいな、と。ああ。振り分け書いてもらいました。ありがとうございます。黒い金、違うだろう、キャバだろう、全スーパーリアル電子レンジ、わらわらリアルすぎるだろう、金ちゃん。あ、すいません、はい、やっぱ気持ちいいとこ行きたい。そうです。ST の免疫パトラッシュを作った産業がこんな重い ST 機作るなんて、でん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 と。あ、パトラッシュ、ね、パトラッシュね、面白かったですね、パトラッシュね。パトラッシュありましたね。マット行こうぜ。またやあ、また来たよ。おー、中氏、チャンス。これはい、またどうせ外れんだろ。どうせ外れますね。いやいや、今度こそです。すげえ風俗か、気持ちいい。保留の色はちなみに、店長仕事楽しいですか。あ、楽しいですよ。はい、はい、眠いよね。眠くないよ、まだ。いや、眠いっす。蒲田店御用達のレモンドロップに行くんですか。やめてください、これね、名前出しちゃダメだよ。先生しないと厳しい。レバー引かないでここで引くわけにはいかないが気持ちいいっす。あ、でも ST は当たらないならリーチ来ない方が嬉しい、時間の無駄。あ、でも何もないとつまんないじゃん、やっぱリーチね。あ、緑になった。高橋チャンスよ。あ、高橋店長、保留緑。はい。ね、はい。あ、50% かよ。今月22日、私の誕生日、おめでとう、おめでとう。おめでとうございます。緑はリーチすら書かないことあるしな、と。赤、
先読み、やん、左あっち、あっち、中しあっち、あれけどもしかして映ってました、ええけど見ないでいただきたかったですね。外した外れる、嘘、外れるざまーですね、ないじゃん、うわないわ中し、おいお外したぞ、中し、どんまいけるどうヨットの時点で諦めると、中氏いくつですか、25ですね、今25歳、はい、中氏、金ちゃんから店長ディスってみて、あーじゃあ金ちゃんちょっとディスって、そうなりますよね、じゃあ今コメントした人ちょっと金ちゃんは存在がセクハラかつ詐欺師、世の中の敵、そうですね、ひどいひどい、中氏っていう顔が普通すぎると中氏熱い、中氏店長の嫌いなとこ何、え嫌いなとこですか、全部だな店長ちょっとだけです、あまた外れた、はい、なんか、中氏お姉ですか、お姉ですね、お姉ですね、パトラッシュ4って出ないんですかね、そのうち出るんじゃないでしょうか、あと4回左きそう、金ちゃんは金ちゃん漢字の禁止の金にしようよ、なるほどね、外れだ、これは当てたいところ、よく後半行くな、中氏からは、はい、俺と同族の匂いがする、どういうことですか、どういう匂いだ、だいぶ怪しい、中氏外したら原本な、原本です、明石愛が欲しいな、そうですね、70%、あやばい、あと15回ですよ、やばい店長、これやっぱだ、駆け抜けますね、これ、やばいやばいやばい、店長右手はハンドル以外も握ってますか、あもちろんです50外した中氏ないわとね、店長オールバックですか、あオールバックですね、違います、適当やな、パーセントって店牌の確率なのかな、あれ何なんですかね、あ先行だ、店長いけるか、店長まさかのオールバック、中氏同い年、おー25歳、はい、中氏かっこいいねと、あありがとうございます、はい、でも2ヶ月減給だそうです、中氏は引き弱キャラで行くんですかと、あそうですね、そうですね、いいんじゃないですか、あダメだめだ終わった、終わった、終わりました、さあ高橋店長は、これで終了と、また当てりゃいい、また当てりゃいいでしょ、はい、大当たり1回ですね、そろそろ次僕の番ですよ、はい、あいました、うるせえできればボタンコンボ頑張ってください、うん、店長白が全然ないねと、あそうなんですね、はい、私ないですね、はい、店長 ST 抜けそう、抜けました、店長さよなら、はいさよなら、金ちゃん改めデキンちゃん、はいデキンちゃんいいね、店長 ST 抜けたから原稿なマジっすか、店長適当だな、中氏実は格好悪いよねと、バレちゃったな、高橋ドンマイケルレッドブル保留きたで、レッドブル3本、たまっちゃん、晩酌のつまみにしてますよと、たまちゃんこれもしかしてちっちゃいおっちゃんじゃないですか、たまちゃん、分からないです、はい、中市って茨城サイトにいたんですか、あサイトじゃなくて茨城店の方です、ね、はい、茨城店ですね、はい、はい、店長つ高橋くんマジでドンマイケル抜けたね、あいやドンマイケル言いたいだけでしょ、フルフルもう店長そんなところも好きですよ、あありがとうございます、はい、高橋抜けすぎ、どういうことだ1回しか抜けづらいから、抜く抜く 言われるんで終わり、これこれあるでこれ茨城店って放送ないから知らないなぁと、あ生放送やってないですね、いけるか、これは当てたいけど当たらない中氏、はい、ないこの横の役も出てもあんまり熱くない、そうですね、あんま熱くないですね、あそうなの、はい、相模原店行きたいんだけど金ちゃんいるから行きません、いや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 、わかりました、もう転勤してもらいますんでじゃあ明日にはいないですね、明日はいないです、はい、今日は何時までですか、あと中氏さん、はい、今度共通の趣味の話をしましょう、あじゃあお店の方来てもらったら、ね、ぜひ遊び来てください、はい、ぜひお話しましょう、はい、今日は2時までやります、何の話、まあちょっとここでは言えないような話を、何の話本当に圧力はスケベ、これ、ね、よくわかんないね、いきなりこのコメントありがとうございますいやまあ外れではないです、まあ外れではないですけどね、認めちゃった、高橋今日もう抜いたかと、あ抜いてますよ、もうガンガンですね、店長下キャラなんですかと、下もいけますね、下も何でもいけますよ、何でもいけますよ、はい、店長イケメンなの、超イケメンですよ本当に、ハードル上がるからやめてください今の悪くなかったよ、中氏外しすぎだからしっぺしろと
しっぺ、え、はい、しっぺですか、うん、え、グーで殴っていいんですか。それが一番いいんですけどね、番組的にはね。いや、殴れ言うのは私、殴りますよ、放送事故のやつ。相模原店、小田急線沿いなら気軽に行けたんだけどなぁ。いやいや、乗り換えてきてください。そうですね、でもね、小田急線の、町田駅、相模大野駅からバス出てますから、ぜひそれ乗ってきてください。キコーナのね、巡回バスね、無料なんでぜひ使ってきてください。中C は彼女いますかと。あ、彼女いますよ。いますよね、ももちゃん。ちょ、ガチなやつやめて。ねえ、ももちゃんどっから情報知り合いですか。僕はね、本当に気候の全店回らせてもらってますから、関東。あ、いろんなところからね、情報を得てるんですよ。ねえ、ももちゃん悪いやつですよ。怖いね。もうね、中C が出たら、もうももちゃん、ももちゃんっていじってくださいって言われてたんで。あ、そうなんですね。ねえ、ももちゃん、中C、はい、ああ、僕ですか。あ、そうですね、ちょっと、インカの調子が悪かったみたいです。ももちゃん元気、ももちゃん見てるってコメントありがとうございます。あ、元気ですよ、ももちゃん、ももちゃん。あ、めちゃくちゃ元気です、はい、はい。ももちゃん、ももちゃん、じゃあ、ももちゃんだよ。ももちゃん、ももちゃん、どんまいけるってなんだよ、これ。ももちゃん、どこの人ですか、関西の人ですか。あ、いや、関東の。あ、関東の方ということですね。はい、はい、中C、ごめん、ももちゃんなら俺の隣で今寝てるよって。寝取られたん。店長の台、確演中なんですかってこと。今抜けちゃいましたね。今ね、はい、もう当たりますよ。お、緑保留、はい。圧力確認ありがとうございます。中C、はい、夜道は気をつけて、後ろに何かいるよ。気をつけます。はい、店長何歳ですか。私75です。違います。激アツだよ。はい、激アツ出てますね。もう一回、はい、小淵だからね。そうなんですよね、一駅行くんですよね、町だから。あ、なんかめちゃ震えてる、ほらほら。おお、早い。ただいまの回転数は135回転。今ぐんぐん出ましたね。これは熱い、これはいいですね。はい、またいただきましたね、これは。はい、店長、趣味なんですか。趣味はね、はい、はい、スケボーです。ありがとうございます。気持ちいい。いい店はタクシーに乗ってても行くべきだよね。そうですよ、本当に頑張って来てくれればね、本当に楽しめると思いますんで、ぜひ来てください。あ、でも星3、星3つ、ね、ちょっと少なかったですね。中C、ももちゃんはどこで知り合ったんですかと。あ、ももちゃんですか。あ、赤までいた。はい、おお、まあ、紹介みたいな感じですかね。あ、そんな感じですよ。ももちゃん、こいつは危ないから気をつけてねと。ももちゃんはいけないお店のお姉ちゃんですか。違うでしょ。この台は緑ですか。ライトミドルの199.8分の1です。サイドカット、今熱い。赤、あ、赤来た、これはチャンス。はい、いただきました。はい、いや、ハゼロ、ハゼロ、ハゼロ、はい、来ました。うっせぇ、大当たり、早いっすよね、マジで。2回目、マジか。今日は余裕っすね。余裕、すごい。またね、16ヤード引いてありますよ。はい、お願いします。これね、攻略口があるんで。はい、さすが店長と。任せてください。らしくないよ、店長。こんな展開、らしくないですよ。らしくないです、店長。私ね、逆転しますんでね、いつも。さあ、ちょっとカメラ位置上に上げますね。ガチ抽選の方へね、移したいので、ちょっとカメラ位置変えます。これでこう下げれば、いけるかな。はい、上2つが、あれですね。うん、はい。これでどうかな、見えるかな。弾入ったら教えてください。入りましたよ。あ、青だ。あ、これは4ラウンドの大当たり。はい、残念残念。でもまあ ST ですからね。そうですね、この後期待ですよ。あ、当たらんよりは全然いいです。はい、店長基盤ですか、この台は。違いますよ、店長基盤ですか。はい、違いますよ。まあ、まだ当たってないやからがね。今日はね、店長以外当たってないですから。2人いるんでね。はい、もう帰ってもらいましょうか。ねえ、本当にね。あ、もう、もう帰ってくださいよ。中地、ちょっとチャンスきましたね。いや、はい、青保留なんでどうなんですかね、これ。はい、店長かっこいいと。ありがとうございます。はい、高橋無理っぽ、見せ場ない金ちゃん、マジクビじゃねえかと。え、見せ場ないからクビで。そうですね、もう。いやー、もうまだ1時間も経ってないですよ。はい、頑張ってね。落ち着いてください。まあまあ、時間たっぷり。じゃあ、はい、じゃあ1時間当たらなかったら、もう帰ってもらいましょう。あ、そうですね、そうしましょう、そうしましょう。
中心の台だけマックスだ、キットマックスだと。マックス出てないからこれね。あ、緑になった。あ、緑になってます、はい、チャンス。中心もういいよ、人形にももちゃんって名前つけても。だからそれ危ないやつじゃないと。喋りかけてはくれないよと。簡単、やっぱり持ってる人は持ってますねと、高橋店長。ありがとうございます。はい、あっさり当たってるよと。ライトミドル簡単ですねと、うん、簡単、店長ソロっすねと、はい、高橋今のうちに言っとくわ、ドンマイケルとか。あ、ST 駆け抜けた、早いし早いよ、はい、駆け抜けろ駆け抜けろ、任せてください、駆け抜けますよ、はい、また、はい、圧力は面白いの、そんな面白くないですよ僕は、店長そんなところで引き使ったらダメですよと。大丈夫、放送中に使わないとダメです。どこで使うんですか本当にね、さすが店長素敵、左も熱い、中心も熱いと。でも青カットいいんですね。あ、青ダメだ。はい、圧力リアルの話すると特にどこ入ってるか分からんからアップにしなくていいよと。あ、分かりました、じゃあこのままいきますわ。店長はよく当てるな、さすがだな。緑なんですか、はい、今日たまたまですねこれは。なんか店長の台見てたら打ちたくなったけど、中心の見てると打ちたくない。じゃあちょっと中心やめてもらえますか。そうですね、店なら2万だな、あ、そうですね、2回当たってるからですね、ミドルで、ノーマル保留星3つでセリフ赤と猛烈役物だけで当たった。なるほど。あれ中C と店長の対決かと思ってた。いやいや、いますよもう一人。もう一人、僕がいるやないですか。おったんか、おったんか。いますいますいます。もうそのくだりやっても。部下は何やってるんですかね。店長は気合を入れてあげましょうと。はい。ね。後で殴りますよ。もうちょっとオブラートに包んでほしい。そうかそうか。中C ももちゃんに振られちゃうよ、こんな当たんないと。そうですね。やばいですね。帰ったらいないかもしれないですよ。ももちゃんもんざりだよ中志、赤カットインかも、もう一回焼き物来ないと怖い、圧力 VS 店長、見たい、 MC は金ちゃんでと。あ、私が打つってことですか、金ちゃんがコメント拾う。あ、じゃあ変わったらどう、いいんじゃないですか。いや今日はちょっと、今日はちょっとね、今日はね打ちたいもんね、打ちたいです。じゃあ頑張って勝ってね。はい、頑張ります。店長 ST 駆け抜けたらレッドブルプラス6本だから、ね、だんだん増えてる、多いな、だんだん増えてる、しまいにはな130本ぐらい払わない、店長4ラウンドの連チャンを見せてくださいと。あ、難しい注文だな。ももちゃんって預けんのお下がりのももちゃんでしょ。なんで知ってるんですか。どっかのお店の人ですかね、本当に。中志オワコンだ、ももちゃんダメ、あ、ももちゃんダメよ、ダメダメってあれね。東京、あ、違う違う、なんだっけ、日本エレキテル連合っていうね、お笑い芸人のネタですね。来週の実践台は何ですか。来週、はい、来週はね、CR 忍者なんとか。違います。違います、それ。あ、そうかそうか、一番最初にやったやつですね。あ、そうか、確か私の記憶が確かなら、あのフェイスオブうんちゃらのやつですよね。フェイスオブントリーントリーのやつ、ね、あれはもう多分やることないと思いますのでね、大丈夫ですよ。交代して店長、来週はね、あれうちは鉄拳、あ、鉄拳、うん、はい、鉄拳ですね、あのパチスロの鉄拳を、来週はやります。鉄拳3、鉄拳サードね、来週は。あ、また外れたよ。はい、やりますんでぜひ見てください。あ、マリカが、あ、やられちゃいましたね。鉄拳やったと、ありがとうございます。服部まだあるの店長。いやいやいや、あ、ね、うちの服部結構人気ありますよ、うん、意外にお客さんからは人気ある。はいはい、服部、ま、服部ってクソ台なんです。そんなことないです。いやいや、違いますよ、あれ面白いですよ。はい、1時間経ったらうちで交代しようぜ。もう中志って同棲してるんですか。ああ、今一緒に住んでます。おお、いいですね、ももちゃん。今頃違う男と遊んでる。さっきね、こう視聴者の方の隣で寝てるって言ってましたからね。俺がよく行く店は、あ、釘が渋いと。ああ、じゃあね、店選んでください。もうね、店選びが重要ですから、パチンコはね。そうですね、はい。関西弁いいよねと。関西弁僕も好きですね。せやろ、せやろ。安いわ。店長に事務所でボコら、殴られたことありますかと。あ、結構殴ってますね。そうですね、まあね、2時間に1回ぐらいです、ね。はい、殴ってます、ね。ダザムまだ、それね、水曜日ね、走行のストレインだからね。あ、リーチになった。はい、リーチ。
店長3次元派ですかと。3次元、そうですね、まあ2次元よりは3次元派ですね。2次元よりは3次元、はい、ST 残り何回転ですか。あ、今ね、ちょっと待ってください、リーチ中なんで、はい、今あ今48なんで、はい、48なんで、あと60回ぐらいですかね、はい。スロー来週はゆっくり寝れそうだ。いやいや見てくださいよ、スロットもね、信頼ですから、はい、面白いですよ来週もきっと。CR 服部金色になればまだですから混ざっちゃってるから、来月ぐらいです混ざっちゃってるからね、めっちゃにこれはダメそうですか、店長どうでしょう。これはちょっと厳しいですね、ちょっとリッチ的には弱いかな、はい、ダメ。全然当たんないな。当たんないですね。キコーナキコーナキコーマン、ありがとうございます。中氏のくせに同棲してんのかとどういうことですか男と同棲かいい趣味してるぜ。あ、そうですね、バレましたか。彼ホモなんで、そうですね、もうホモなんで通常時赤保留が 47%、 猛烈薬物の 41%、 フルーツ柄が 60%、 タイトルなら 80% 以上、軍は 30%、 千秋が千秋あり 50%、 エピソードが 65% と。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、赤保留がこういうコメントは助かりますね。助かりますね、勉強になりますんでね、ぜひあのどんどん書き込んでください。ありがとうございます。赤保留を目指します。そうですね、どうせか気をつけろよ、俺の友達手紙置いてあって彼女いなかったらしいぞ。ああ怖いね、それね、よくあるパターンのやつ、ね、あるある、うん、やっぱり 65% ST はきついねと、うん、マリカみんなのものだぞ店長と。いや、マリカは私のもの店長だけのものね、はい、はい、中氏結婚しなよ店長がなコードでと。お、いいですよ、ね、もうあの適当なことめっちゃめちゃよやめてください適当なことね、店長一緒に住んでください。あ、そうですか、うん、住みましょうか。そうですか、いいんですか。あ、いいですよ、店長お酒飲んでるんですか。あ、私飲めますね。あ、 今は飲んでないですか。あ、今はちょっと飲んでます。ちょっと軽くね、軽くたしなむ程度です。店長握力いくつですか。握力は弱いですよ。そんな強くない。あ、200ぐらいです。いやいやいや弱い。200の人間出会ったことない。反動潰れますよ。出会ったことない。反動潰れますよ。中氏なんて告白したの。あ、それ聞きたいわ、うん、いやいやいや聞きたいですね、実に興味が。おい、こういう時だけ乗せてくれやめろ。なんて言ったんですか中氏。あ、いやいや、まあ普通ですよ。普通に、はい、一般的な感じで。あ、付き合ってみたいな、はい、あ、なるほどね。そしたらまあまあまあ A を。あ、 A を、まあ、真面目か。これだけの話題じゃやめましょう。笑いを言わないと。もう来週から絶対ね、中氏出たらもうももちゃん、ももちゃん来ないよ。あ、負けた、リーチ外れた。はい、もう全然当たんないな。気候の相模原はまだオープンしたばっかりだからいっぱい出ますかと。もう大丈夫ですよ、もうね、頑張ってますから。はい、罰ゲームありますか。あります。一番今日は大当たり回数引けなかった人が罰ゲームです。金ちゃんは1次元派ですかと。1次元平面石川梨花ちゃん来ないんですかと。あ、すいませんね、来ないですね。来週金ちゃん出るの。それはもう今日次第じゃないですか。今日次第ですか。来週僕も鉄拳めっちゃ打ちたいんですよ。あ、鉄拳打ちたい。いや、じゃあやめましょうか。あ、金ちゃん出るのやめるんですか。そう、そしたらゆっくり寝れそうだと。金ちゃん出ないだったらね。バトルで先制攻撃が熱いと。あ、 ST 中ね。そうですね、あと30回やばい、うん、罰ゲームは何ですか。それは最後までのお楽しみです。はい、何ですかこの配信は。本ばかりじゃないですか。歓喜喜んでんじゃねえかよ。本当にそうですね、もう、みんな今日みんな本ばかりですよね。店長給料なんぼね、なんぼとまあね、大体ね、デッソ数200本分ぐらいじゃないですかね、1ヶ月ね。金ちゃんはゴリラのマネージャーと同棲してるんでしょうと。ゴリラのマネージャー、エリマネですね。してないですよ。なんでしてるの。エリマネもね、関西の方にね、移動なされちゃいますね。CR ダブルライディーン人気ありますかと。いまいちかな。いまいち。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ももちゃんって俺から
俺が振られたももちゃんかと、どこのももちゃんだ、本当に。あ、そのものももちゃんです、その可能性はゼロじゃないですか。ゼロではない。中氏はホモでお姉なのか、わらわら。店長、店長儲かってるんじゃないのか、そんなことないですよ。ないですか。店長儲かってますかと。儲かってないですよ、ね。儲かってないですよ。店長また ST 駆け抜ける気ですか。あ、そのつもりです。ちょっとかっこいい。65% だから引きで見せるのが面白いんだよねと。そうだね。でもなかなか引けないな。引けないですね。さあ引け。もうこれ引かないですよ。私引かない。復活？あ、ほら。あ、ダメですね。当たんないもん。うん。これは来たかな、ダメですね。中市圧力でやれますか？あ、やれますね。全然大丈夫。全然大丈夫。全然大丈夫やな。あ、全然大丈夫。本当ですか。じゃあよろしくお願いします。そうですね、今日じゃあ配信後に、そうですね、ゆっくりとね、店長一句足させなのではないですか。あ、それいいですね。それいいですよね。赤保留グランドクロス外れた俺が通るということで、いらっしゃいませ、どうも。あ、なんか、あ、ちょっとチャンスですか、店長。赤いい感じ。はい、今の8人修行で外れた。あ、マリカ萌えですよ、マリカ萌え。はい、チャンス。カップヌードルスタジアム行った？どこですかそれ？カップヌードルスタジアムって何ですか？わかんない。マリカってアメリカで日本人ポルノ女優として人気出た32歳のマリカさんですか？違いますよ。いや、違うんですか？違います。あ、マジ？私てっきりそれかと。金ちゃんは彼氏作んないんですか？3人ぐらいいます。罰ゲームなんですか？最後のお楽しみです。金ちゃん、景品コーナーにカップラーメンあるからいっぱい食べていいよ。あ、はい。間違いなく、間違いなく合格ですからね。中氏は帰ったら寝室で浮気相手と鉢合わせになったことありますか。いやそれなんか、どっかの方みたいですね。来週中氏がももちゃんになってんのかなと。あ、出てる出演者ね。あ、それは面白いですね。いいですね。茨城の店長引きいいよ、かっこいいのしかない、報告するよと。茨城店ってあれかな、茨城サイト店かな。サイトの方ですかね。サイトじゃないですか。サイトですね。中市、来週ももちゃん連れてきて。ああ、じゃあ連れてきます。はい、いや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 、絶対来ないでしょ。いやいや、連れてきますよ。罰ゲームは圧力に決まりじゃないか。よくわかんないな、俺参加できてないからね。店長、ST 中に倍ハマりですかと。はい、ね、200引けなかったら倍ハマりですからね。そうですね。はい、もう多分これ駆け抜けますよ、まだ。やばいですね、うん、残り4回転。はい、中氏、いいじゃないの、ももちゃん、ダメよ、ダメダメ。中氏、私とは遊びだったのねってコメント来てますよ。いやいや、まあ、そうですね、遊びですね。中氏さん、そんなことよくないですよ、僕はみんなに真面目ですから。うん、皆さん、好きな棋士のジャンルは何ですか。ジャンル、ジャンル、はい、まあ、パチスローとかマックスとか。何でも好きですけどね。何でも好き。店長は何でも好き。中氏は？あ、僕も両方、まあ、スロットの方がでも好きです。熱いよ言うてますよ。あ、なんと金ちゃんチャンス。金ちゃんチャンス、ちょっと映してください。はい、何？赤？金ちゃんがちょっとチャンス来た。熱いと言ってたと。熱いと言ってました。うん、また嘘、嘘言ってんじゃない。はい、チャンス到来。金ちゃんは何が好き？僕最近ね、沖海めっちゃ合うんですよ。海が好きと。はい、最近海面白いですよ。店長に遊ばれたい。遊ぼ、遊んでいいですか。遊んであげましょうか。もうお店来てください、お店に。はい、ダブルライディアンもう個人で配信してる人がいるんだよなと。あ、そうなんだ。中氏、私とは遊びだと。あ、これ言うんだね。2回ももらってる。クジラキーの歌知ってますかと。知ってる？クジラキーの歌。お、赤文字に星 3.5。 熱いね。はい、熱いんですかね。はい、クジラッキーの歌ちょっと知らないな。クジラッキーの歌ってあるんですか。はい、回転間もないけど高尾の台をディスっていく強気のスタイル。いや、そんなことないですよ。引いてダメなら押してみたらどうですかと。ああ、そうですね、引けって出るからね。後ろの低層に危機音を感じる放送は初めて見るな。あ、ホームワークだからね。これはさすがにおー、おー、猛烈やるよ。あるある、ない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 、チャンスチャンス、ない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 、なんか金ちゃん来るか。テンション上がってきた。当たりますよ、はい、これは。さあ、赤カットいいなら熱い、外れろ、モノマネして。ほっ、さあ、これは金ちゃん、いいんじゃないの。よっしゃー、
当たりました。ありがとうございます。金ちゃん大当たり。ああ、よかった。仕事した。二人目の当たりは金ちゃん。やりました。じゃあ首で。いや、これ1時に間に合ってないですね。1時1分。これはダメですね。もう変えてもらっても。そうですね。はい。蓮をお願いしたい。蓮ちゃんをお願いしたいと。ねえ、蓮ちゃん見たいですね。高橋店長2回とも単発ですからね。ああ、そうですね。はい。さあ、上が2つビッグ。さあ、どうかな。ビッグがいいな。ビッグがいい。お疲れ様です。金ちゃん1時に間に合わなかったので、アウト。あとは中C だけ。そうだね。さあ、来るか。あ、はい、来ました。16ラウンド当たり。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。いやー見せますねー、めっちゃ面白い。はい、初めて当てました、はい、あとは中C だけどね。 うるさいな、中C さよならと。あ、お疲れさん。ももクロの曲なんていうやつですか。一番上のやつじゃない。はい、将来的には2階にゴスロ導入とかってありますかね。あ、面白いですねそれね。時は来た、それだけだ。金ちゃん映りたかい、映りたいからって呼ぶなよ。いや、当たりましたよ。中氏は彼女と店長どっちが好きですか。店長ですね。おお、できたんで、私らできてるんで。ほぼじゃないですか、完全に本当に。金ちゃんにやっと、画面にすごいスマイルが映った。そうですね、金ちゃん本当に嬉しそう。私、こう見えて、すごい社員なんでね。そうですね、はい。おめでとう言及と、おいおい空気読めよう間に合ってる。金ちゃん猛烈焼くものに燃えてるよなとね。ビッグ上手、うまいか。ありがとうございます。おもろそうと、本当は面白そうですよね。めっちゃおもろいっす、当たったら。当たったらめっちゃおもろいっす、はい、曲解放させようと。あ、じゃあ次、当たったら、確定画面で、レバーを7回引いてください。レバーを、はい、当たった時の画面みたいな時、はいはいはい、はい、そうすると曲が全部解放されるんで、ね、なるほど、はい。中氏初回でいじられすぎておこなんですかと。あ、激おこですね。激おこ、私が後で慰めますから。後でね、そこはね。怪しい怪しい。中氏何歳。25歳ですね。店長 25?26 だろ。違う、いや、今年26ですよ。あ、今年26の投資と、はい、細かいな、はい。ボタン7回だって。あ、ボタン7回、ごめんなさい。ボタン7回、レバーじゃなくて、ね、レバーじゃなくてボタン7回だと。当たった時にね、はい。春日のパチも期待と。あ、出ますね春日ね。はい、ね、打ちたいですね。もうね、激萌えですよね。はい、あれはちょっと面白そうですね。中氏、店長のほっぺにチューして引きもらおうよと。あ、それね、後でやりますんで。カメラ映ってないので。そうですね。はい、店長は私のものです、まだ。おお、なんかすごい店長ファンですね。はい、そうですね。ラブラブですねと、お二人は。はい、はい、ゴスロ近所に結構あるんだけど、繁盛するんですかってことなんです。それはお店によってじゃないですかね。そうじゃんね。ももクロの曲以外は主人公の声優さんが歌ってるのねと。なるほど。あ、マリカ、うん、とかそういう出てる声優さんの曲なんじゃないですかね。はいはいはい、私シャイなんでって真面目か。そうですね、真面目、私いつでも真面目ですよ。真面目ですよ、はい。レバー7回はエピソード解放で、曲解放がボタン7回。来た来た来た。あ、来た、高橋店長チャンス。やったこれや。はい、弁天丸背景、天井少し厚い。フルーツ、フルーツ柄、フルーツ柄、フルーツ柄で星4つ。これはチャンス。当たったり、これ当たれば3回ですよ。これは来たね。はい、これはチャンスですね。これはもう当たったんでね、ちょっと水が飲みたいな。あ、水。外れるとすごく楽しいですね。はい。フルーツ柄、おい、フルーツ柄は海猿のものだろうと。そうですね。お、70%。これは何が70なんですかね。期待度じゃない。フルーツ柄、うん、70? なんか今金ちゃんのに 70%。 あ、こっちですね。そうそう、いや違うよ、それテンパイでしょ。いや、テンパイもしない、何もなかったですね。寒い。店長のビッグ店長、お元気ですか。ん、
店長のビッグ店長お元気ですかとか下ネタかとかあめっちゃ元気です、さあ来るか、はい、行きましょう。高橋店長3回目の大当たり、すごいな。初当たりめっちゃ早いですね。うるさいな、うるさいわ、お前しばくぞ。今日は本当に店長が見せてくれますね。こんな短時間で、だから1時間で初当たり3回ですよ。これはすごい。もうこれ私完全勝利みたいなもんですよね。今日はね、でもねこれ大当たり回数なんでね、これ金ちゃんにまくられる可能性も全然ありますからね。いやいや、ナイス、はい、ナイスよそんなの。はい、一番毒舌キャラな人は誰ですかと。中C じゃないですか。中C ですか。はい、そんなことはないですけどね。CR 鈴宮金ちゃんは存在が憂鬱、この世の敵が楽しみです。なんか褒められたか。見て全部ビッグ。おーすごい、全部ビッグ出ましたね。すげー、これはもう安心して見てられますからね。そうですね、はい、モロタ、キコーナはゲイとロリーしかいないんですか。そんなことはないですよ。店長また通常に戻ってたんか。そうですね、そうなんですよ。戻って今ね当たりましたよ。はい、1,2,3,4,5,6,7 これでいいの。はい、あ違う、遅い。もいや、いいんじゃないですか。さあフィーバーって映ってるところだと思いますね。さあこれで楽曲が全部、あいや出てないよ。出てないですか。あじゃあ遅かったのかな。あでも出てるじゃないですか結構。いやなんか1個ハテナが、はい、ああいやでもももクロで、はい、店長早く抱いて。ああ分かりました。店長指が綺麗。分かりました。指綺麗ですかね。はい、俺たちはホモだ。違いますよ、そうですよ、店長結局、反発、もう1回あのね、はい、3回目も駆け抜けますから。私は3回連続駆け抜ける予定になってると。はい、店長指テクすごそうですよね。そりゃね、16連射できますからね。指テクはありますよ、指テクは。はい、ハテナの曲はボタンコンボをしていかないと見れないよと。ああそうなんだ、女の子も出してほしいと放送に。ああそうですか。はい、ぜひね。あでもね、もうみんなホモなんでね。あんまり女の子に興味がない感じですね。80% じゃないと当たらない気がする。あさっきも金ちゃんが 70% って出てたやつね。うん、80ないと確実に転売はしないですと。なるほど、店長当たるけど ST がなと。そうなんですよ、店長すごい、店長早いです。店長、じゃあモーパイって、海猿と一緒のメーカーですか。そうです、あそうですね、はい、店長行く前に当てるの早行くの、ま、あ行く前に当てるのやめてよ。、うん、はい、ちょっとね、頭かぶっちゃうからちょっとカメラ位置ね、こっち側からにしましょうかね。はい、こっちは、これもらえ、はい、どうせ当たんないんだよ。いやいやいや、当たりますよ。はい、あ、転売した。あ、チャンス転売しただけです。転売、はい、どうなんですかね、わかんないです。さあ、ただいま高橋店長と金ちゃんは ST 中ですね。はい、あ高橋店長大当たりというか、はい、プレミアムアイテム出さないと。そうですね、2人がショボレンなら中氏が連チャンさせて逆転させるチャンスだと。そうですね、うんうん、まだね時間ありますからね。時間はまだ1時間ありますから、うん、はい、女の子の出演ってないですかと。あみんな女の子を見たいですか。私らじゃダメですか、ね、僕じゃダメですかみたいな。まあね、女性の視聴者の方にはねやっぱり男の方がいいでしょうけどね。はい、さあ金ちゃん、おー来ました、やりました。金ちゃん 2連目大当たり75回転目。ムカつくわ、来ました。ああ当たった。これで高橋店長が3回、金ちゃんが2回、中氏が0という展開になっておりますよ。いやいや今日はこのままトップ。もう中氏、はい、中氏ね今めっちゃ汗かいてますよ。あ中氏汗かいてる。今日はきつい戦いかな、ね、中氏、うん、手が震えてますよ。うん、もうここは緊張で。そうですね、ここは単発だろ、空気読めよって言われてる金ちゃん。そうですね、いや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 、もうガチガチですよ。本当ね空気読まないんでね。今日中氏何しに来たの。
そうですか。今日勝ちに来たんです、中志息してるか。中志何してんだ。もうね、中志死にそうになった、私は店長がいいです、ガチムチタイム。あ、4ラウンドですね、金ちゃん。金ちゃんできる子やん。中志駐車場のゴミ拾いしてこいよと。中志もう疲れたでしょ。明日も早いんだし帰っていいよ。まだまだ頑張ります。はい、お疲れさま。はい、連チャンするならエンディング出さないと意味ないぞと。そうですね。空気の読める店長はここでも駆け抜けるというのにとね。そう。3回連続、私はね、ちゃんと駆け抜けますからね。店長は ST 中と通常時が逆になってる感じがする。ほんまですね。はい、金ちゃん、外れ外れ、あ、これね、女いると台に集中できないからいいよと。あ、女の子が出ると、そうね、そうですね。他の曲も聴いてみたいので違う曲も流してください。あ、わかりました。はい、何がいいですか。ちなみに何がいいですか。ちなみに何て曲がいいですかね。コメント書いてください。中志テレビは映ってなんぼだぞと。頑張ればー。そうですね。はーい、中志頑張ってー。ありがとうございます。気候の特有の新、あ、俺ね、漢字あの不得意だからね、ちょっとひらがな振ってね。これ4ラウンドあたりの方が有利ですかと。有利、まあ、早く消化するから大当たり回数を競う場合としては、まあ有利かな。あ、そういう意味ではそうですね。中志このままじゃももちゃんに怒られるよ。そうですね、ももすけさんに。曲はブラックホーリーがおすすめ。ブラックホーリーね。はい、了解です。SF アニメっぽい感じの曲です。おお、中志全回転出せば全て持っていけるよと。この流れをね、全回転ですね。わかりました。はい、中志ももちゃんこの放送見てないの。いやー、どうですか、見てないんじゃないですか。見てない。ロストなんとかって曲もいいと。なるほど。同い年だからこそ言う、中志当てろ。わかりました。はい、ほら葉っぱかけられてるよ。金ちゃん相模原南に出頭しろよ。なぜなぜわかんない。なぜですか。中志が1回当たり引いたら3ポイントにしてあげようよ。あ、いいですね。そダメです。残り10分だったら残り10分だったら。はい、中志の元気がどんどんなくなっていく。きよしのずんどこもいいよ。それは流れないからね。はい、女の子の胸についてる A ボタンを16連射するのが、はい、実家の店長がいるお店はどこですか。相模原店ですね。気候な相模原店です。はい、よろしくお願いします。焼き物が卑猥。中志トイレ掃除先にしとこうかと。あ、そうです ねそろそろね。はい、もうちょっと流れがありますからね。そうですね。ももちゃんって誰に似てますか。誰ですか、ね、ももちゃんは武井壮。武井壮。これ武井恵美っていうのかと思ったら武井壮さんですね。男らしいタイプが好きなんですね、やっぱね。武井壮だそうですね。はい、茨城キー店店長、店長対決出てたよと。1回スロット出しまくりだったよと、ゴッドで。まあね、関西もいろんなお店の店長出てたりしますからね。はいはいはい、もう見ていただいてありがとうございます。今度関西と対決でもやりたいですよね、1回くらい。はい、そう、うん、この台の ST 突入確率は何パーですか。 100% です。はい、金ちゃんと中志とか首組の人はいいから、女子を出してくれと。なるほどね。女子多いですね、希望が。ももちゃん強い、武井壮、中志は今夜彼女とマッスルドッキングしますかと。筋肉マンかと。いつも筋肉ドライバーだぞ。あれ、なんか今な、誰、あれ、あ、当たった。誰、キュインってなったの。はい、はい、高橋店長。すげー、終わりですね。すいません。はい、駆け抜けなかった。駆け抜けなかった。4回目の終わりですね。はい、確定音、店長熱いよ、うん、今来たと。両方 ST 中ってすごいですねと。今日はライトミドルなんで ね、はい、当たりやすくなってます。相模原ってガチホモいますかと。私ら3人がそうですね。今日はホモ枠になってますんでね。はい、今日出てる、中志と金ちゃんと店長はホモです。はいはいはい、店長戻ったこれは。マリカ萌えですね。はい、裏の大当店と対決でもしたらどうですか。あ、いいですね。私
向こうの店長知ってますんで。あ、本当ですか、はい、あ、じゃあぜひ今度ね、はい、で会議の時にでもあったら、はい、そんな話しといていただければね。やりますよ、やりますよ。はい、両方 ST ってすごいな、中志、わらわらわら、ね、あ、やった、4ラウンドだ、やった4ラウンド本音が喜ぶとこ違うから、早く証拠が、そうですね、はい、店長そこは駆け抜けないと、そうなんですよ、すいません、はい、ホモは嘘つき、店長とりあえず燃えって言っとくと、言っとくのやめようよ、燃え、配信にいない店員さんもホモなんですか、ここへ、いや、私らだけですね、そうですね、はい、やった4ラウンドだ、わらわら、ガチロリもいますかと、ロリコン、それは私ですかね、ロリコンはそうですね、あれは私、それ僕ですね、はい、圧力が思う気候の関東版で一番引き弱い人は誰ですかと、うん、誰ですかね、誰、オギーじゃないの、オギーは弱めですね、オギーとかアンちゃんとかね、アンちゃん弱いですね、アンちゃんも結構弱めだと、アンちゃん太ってるんですけどね、そうですね、引きはちょっと微妙ですね、関係ある、店長は M ですか、S と M どちらでも行きますね、両方ですね、はい、両方、店長手広いですねと、あ、そうです、手広いですねか、あ、うん、手広いですよ、手広いです、引き終わってどこで鍛えられますかねと、どこだろうな、まあまあ真面目な話、パワースポットとかね、言ったらいいんじゃないですか、真面目か一番引き弱いのはアゼックスだと、あ、平塚店のね、アゼックス、いや、アズケンも弱いじゃないですか、アズケンはね、弱いっていうか打ってないですかね、そもそもね、あ、でも弱いですね、アズケンも弱い、弱い弱い、うん、今アルゼンチン戦やってますが興味はないんですかと、いや、めっちゃあるよ、めちゃめちゃありますよ、私帰りたいんですよ、むしろそっち見たいですよ、本当に、メッシは頑張ってますか、メッシ頑張ってますかね、はい、引き弱はアズケンとオギーとアンちゃんの3強だなと、あ、そうですね、そうね、さあ、金ちゃんチャンス転売しました、はい、一般人出演したらダメなんですかとねえ、したいですけど、ね、ちょっときついかな、その引き弱の称号を新人が、ダッシュするのかなと、そうですね、うん、そうですね、Gスポット違う違う、左駆け抜けちゃいそうだなと、金ちゃんね、今70回転です、アズケンなんて手入れでも当てられないからな、ね、本当です、裏でね、放送映ってないところでずっと手入れで当てようとしたんですよね本当に、どんだけ持ってないんだって話ですね、110の方ね、武井壮、中志関西人だろと、はい、関西人ですよ、いじられて喜べよと、あ、もうやばいですよ、ね、めっちゃ喜んでますよ、今ね、こう見えて興奮してるんですよ、はい、興奮してる、はい、だいぶ、うん、中志何してんだ、生きてるかと、大丈夫ですよ、生きてます、はい、さあ高橋店長はリーチは、いや、これ多分弱いの、弱い、はい、はい、金ちゃんは外れましたね、外れました、あいつ強いっすわ、はい、そういえば化け物語はまだあるケース台ですけどってことなんですけど、化け物語はまだありますか、あ、ありますよ、はい、全然全然、はい、中志何回転ですかと、今何回転ですかね、451回転とかなってますよ、ね、はい、これでも途中から打ってるでしょ、ああそうですよ、多分120ぐらいだったんで、うんうんうん、330とかですかね、うん、はい、そんなもんですね、うん、この旗が出る演出って相手の旗じゃなくて弁天丸の旗が出て7点だったらこれ確定じゃないみたいなやつもありますかと、見たことはないな、うん、さあ、保留変わったんですか、いや変わってないです、はい、さあ金ちゃんは駆け抜けちゃう、あと25です、はい、あと25です、似てるからね、ハイクオリティです、化け物を33台入れた預けに一言頼む高橋店長いやノーコメントでお願いしますそこはあえてのあえてのノーコメント、あえてのノーコメントでいきましょうよ、そうですね、はい、やっぱりね、まあでももう台数だいぶ減ったみたいですからね、あ、はい、あ、ちょっと待ってください、まあちょっと出しすぎですよね、そうですね、まあでも好きな人は好きみたいですからね、化け物語は結構コアな人は結構打ってるみたいですね、はい、ノーコメント、わらわら、ノーコメントというコメント、うまい、
あずけんは後ろから写せないから打たないんですかと、ね、あそうですね、まあ、そうですね、はい、中市掃除中ですかと、はい、掃除中です、はい、バイトの子たちはこれで出たらダメですかと、あバイトの子たちは、はい、まあね、基本的には社員の方でね、はい、出てもらってます、弁天丸だったらラウンドアップ買って、あなるほどね、金ちゃんが外れたとき画面暗くなるからがっかり感が伝わってくる、金ちゃん何回 ?2 回 ?2 回です、はい、2連ですね、あ金ちゃん本当にね顔に出るからね、当たってるとき超嬉しそうだし外れてるとき超がっかりしてるもんね真面目か弁天丸の旗で確定もあるよ、あそうなんですか、ありがとうございます、掃除のおばちゃんとか放送出てもらえないんですかね、それは厳しいですねそれは厳しい、はい、確定あるんでありがとう、天杯、足だらこんぐらコングラチュレーションって出るのかな、化け物好きだけどキリン柄当たらんのが辛いと、ああ、化け物好きやけど店長の方が好き、あありがとうございます、金ちゃん素直なのねと、結構表情豊かですね金ちゃんは、そうですね、うん、僕は表情豊かです、腹黒いですけどね、腹黒いなんでですか、いや腹黒いんだ金ちゃんそんなことないですよ、金ちゃんは終了、そうですね、金ちゃんは ST 抜けました、これなんですか、リーチがかかれば激アツみたいな、まあなんかチャンスゾーン的な感じじゃない、リーチがかかりにくくなってるんじゃない、熱い時以外ね、このままだと中市かわいそうだから特別ルール作んないと、あいいですね、あいいですねって言ったのは中市だけだけどねあとりあえず、高橋店長は4回、金ちゃんは2回、そして中市は0、0、ね、今のところね、はい、はい、激アツ過去 30% ロング派ショートカット派、あ髪の毛どうですか、あ どっちも好きですけどね、どっちも好き、中市はあ、すみません、何がですか、ね、髪型、女の子の髪型は長い方がいい、短い方がいい、あでもね、基本的に女の子嫌いなんで、はい、そうですね、そうですね、まあ、強いて言うなら大前提はそうだけど、強いて言うならスポーツ狩り、スポーツ狩りスポーツ狩りが好きだった、竹井壮みたいな感じ、竹井壮みたいなね、ああいうのが好きだね、あやっぱガチムチ系が、ね、あやっぱりいいですね、あなるほど、これ継続率上げたマックスも欲しかったよ ね、 そうだね、あいいですねそれもね、掃除のおばちゃんがパチ屋で私の若い頃のパチはねえと若い常連の兄ちゃんと喋ってたなと、まあ、台も変わりましたよね昔と比べれば、1台くらい他のも打ってほしいと、ああなるほど、じゃあ服部打ちましょうか、服部はやめましょう服部は私もう勝ち、もう勝ちでしょ私、まあ打たなくてもね、うん、まあハンデとかもねありですけどね、バツは関西人だと大好物だろう中市、あそうですね、いやそれ狙ってますからね、もうチャンスとかなんとかより中市バツやれと、関西人だろうと、ああそうですね、興奮しますね、はい、野獣先輩チーズなんだこのエロい配信はとエロくないですよ全然あーこれも抜けちゃう感じですか高橋店長、もう抜けましたね、はいということで2連で終了ですね、なかなか続かないな、続かないですね、なんで服部はダメなんですかと、うん、服部見たいな、そうですよね、嘘だ本当に、フェイスオブハットリよ、化け物かサキが見たいと、まあ、近くにある地だったらいいですけどね、来週ハットリでいいよと、来週は鉄拳3ですよ、これ2ラウンド確変ありますかないですね、はいはいはい、なら中市にいい人を教えてあげるよ、エリマネっていう男らしい人がいてね、あ、いいじゃない、いいですかね、どうですかああいうタイプは、あやべえ、ね、大好きですね、大好き、ああいうタイプ大好き、ああいうちょっとガチムチ系な感じ、ガチムチ系がもうたまらんとたまらんこの放送見てるかもしれないですからね、見てたらやばいですよこれ、これ継続率いくらですかってことなんですけど60何パーじゃないですか、ね、そう大体そんなもんですね、クマ系が好きなんですか、クマ系新しいジャンルですね、おおホモホモいホモい、服部全然救出しないままレンチャンするのが不思議だよね、あ確かに、
服部は忍法当たらない術使うから嫌いだなと。あ、まあ、マックスですからね、服部君。やっぱり格演中108分の1はきついよねと。うん、きついね。きつかったです。あと30分くらいだから中市当てられるの？無理、無理ですね。でも今緑、緑保留？ああダメだ、あダメだ。はい、緑でこの演出はきついよね。なんか発展はない？いや、発展はしましたけど、はい、当たる気配がない。赤なんですか？赤。え、あれ通常保留ですいやいやいや、でも赤はちょっと中心の台。ほらほら赤じゃん。はい、中心の台ね。ちょっと赤い、熱い。はい、熱いですね。さあ、中心はチャンス来るかな。はい、はい。誰も当たらないし、歯磨きしていい？いや、まだです。まだです。あと30分。はい、あと30分。もうちょっとお付き合いください。はい、緑なんて空気だよ。うん、台交換しようか、まだ。あ、ロゴ赤。服部くんの台とかあるの？と、近所は導入見送ったよ。確か5台買わないと入れないとかあったんですかね。あ、あったのかな、それはちょっとわかんないですね。いや、ない。はい。中市、いつ出すの？今でしょう。はい、じゃあここで当ててください。はい、これは熱い展開来るかもよ。だそうです。どうですかね。おお、これよく当たってるやつじゃないですか。さっき僕が当てたやつ。はい、来週カウボーイやらないんですか？と。ああ、カウボーイね。うん、そう、次の週にしましょうかね。あ、じゃあ鉄拳来週やって、その次の週カウボーイビューアップやる、ね。カウボーイとブラックラグーンとかあるんですけどね。はい、どれがいいですかね。ブラックラグーンもいいですね。坂本冬美がいいですか。坂本冬美いいじゃないですか。ね、それもいいですね。坂本冬美ね、面白そう。ビューアップとブラックラグーン見たいねと。うん、中市いいとこ見せれるかなと。任せてください。はい、あれ、海賊ロゴ真ん中まで来てなくない？と。来てないですね。あれ、坂本冬美がガチでいいと。猛烈なかったでしょ、猛烈。赤カットイン。おー、当てやがった。中市、ようやく当たりました。やったよ。かった、お当たり。3回激アツ引いたのに、これで当たるっていうね。はい、これでようやく全員大当たりですね。おめでとうございます。もっと当たって痛み具いっぱいありましたけどね。はい、いやいやいや、こっからやから。どうなんでしょうかな。はい。あ、僕も似たような演出が来てますよ。はい、当たらんよそれ。こっちのカメラを、金ちゃんの台にしようかな。はい、僕もちょっと来ますよ。はい、金ちゃんもちょっとチャンス来たということなので、画面を金ちゃんと、中市の台に変えます。ちょっと待ってくださいね。よかったね、おめでとうと。ありがとうございます。はい、ようやく当たりおめえ。中市よかったな、首回避首かかってるんですかこれ。当たり前じゃないですか、本当ね。命がけですよこの2時間は。そうですね。あらら。中市ここから頑張ってと。まあ全然1位になるチャンスはね。そうですね、格上に会えれば全然ありえますから。今4回ですか最高。今4回です。店長が4回、金ちゃんが2回、で中市が1回。頑張って。頑張りますよ。レガシー頑張ってって名前変わってるから店長坂本冬美頼むねと。いいっしょ。はい、スロットチャンスなかな。スロットチャンス来た？来ない。いかずでしたね。はい、中市まくればまくれ頑張ー。あー、中市応援してる人多いね。多いっすね。なぜだ、ね、故障かな俺は順次が見たいと。いな、え、あれか、稲川淳二の、ね、パチンコも出るという噂ですからね。赤カット今正義おめでとう。ブラクラ2やったら水着ステージのキャラ絵がエロい。やたらエロい、坂本冬美がいいよ。中市3ポイント。いや、まだ1ポイントだね。ブラッピ27連 ×2 でしたけど、あんま当たった記憶しないよと。ブラッピなんだ、ピラミッテンかなの話かな、なんだろう。でも駆け抜けたら中市が罰だろうと。ああ、いいですね。ね、そうですね。中市逆転展開が放送して面白いぞと。うん、おそうね、逆転するのはね。さあ、キコをクビになってもエンデックが拾ってくれるから大丈夫だ。いやー、うちがね、大丈夫大丈夫。はい、
レガシーはいい車乗ってそうだよなって、レガシーがってね、ナカシーだからね、レガシーになって、ナカシー頑張って、あ、はい、あ、チャンス、金ちゃんチャンス、どれが来てもチャンスだってですね、はい、いいよ、金ちゃんうっさいわ、なんでですよさあチャンス、金ちゃん頑張れなんて言わねえよ、え、うせえちょっと嬉しかったら返して今の気持ち、怖いのが怖いの嫌い、ああもうこればっかや、はい、中志頑張れ、金ちゃんマジ首頼む、なんでやねん、任せてください、はい、首にしてみてますよ、ちょっと泣いちゃいますよ、僕もう、カーボーイって正直どうなの、なんか辛そうなんだけどってことなんですけど、確かにね、それ感じますね、中志、うん、4ラウンド連続で勝てるぞと、そうですね、はい、時間的にも厳しいんで、はい、サクサクとね、スロットチャンスって当たり確率どんなもんなの、うーんちょっとわかんないな、雑誌だと 54% ぐらい、アルゼンチン VS スイス、まだ0対0だよ、あ、あ、そうなんですか、はい、メッシ頑張ってほしいですね、金ちゃんちょっと頭右にしてごめんなさい、はい、ライトミドルとミドル打つならどっちがいいですかねと、うん、私ライトミドルの方がいいですか、ライトミドルの方がね当たりますからね、当たりが軽いですかね、はい、金ちゃん頑張れって言うと5万円もらえるっていう求人見てきました振り込みお願いしますいい求人だな、身に覚えがございません、はい、俺1万円で金ちゃん応援したるで、おー、ありがとうございます、金ちゃん頑張れ、これはミドルだろと、これライトミドルですよ、はい、さあリーチは、あーダメか、中志頑張って頑張りますよ、当ててちょっとね1位になってほしいね、なんとか、金ちゃんいじられてる間は安泰だぞ、とんがりなんか店員、あ、とんがりね、これ蒲田店の店員さんですけどね、放送ではいじられなくなったら終わりだよな、そうだよ、いじられてるうちが花ですからね、ありがとうございます、はい、店長も見せてと、あ、任せてください、ね、はい、もちろん日給じゃなくて、一言分課金だよねと、ああね、一言1万円ね、いやそんないくらなるんだ本当に、さあ中志45回転、大丈夫、いやいやまだ半分以上ありますから、もう45回転、もうやばいよこれ、駆け抜けてください、中志もうこれ最後ラストチャンスだよね、うん、そうです、いやいや大丈夫大丈夫、店長起きてる、店長が飽きてるぞ、わらわら、はい、もうなんかちょっと飽きてきましたね、ハットリ打っていいですか、全然いいですよ、打ちたいんだったらね、あ、そうか、もうあの体がうずくんだったら全然いいですよ、フェイスオブハットリ見たいって言うんだったらね、オカルト打法で行こうよ、うん、あ、デモ出し、デモ出しとかね、なんかあります、中志オカルトとかは、わあ、オカルトですか、まあ、ST 中とかだとちょっとダメそうな空気を感じたら、はい、一緒に行ってる人にジュースをおごったりして、あーなるほどね、なんとなく空気変えると当たることが多いですけどね、はい、うん、ももしわらわら圧力頑張れ、はい5万円よろしく、だ高いから、圧力さんただまだですか、水曜日です、店長、密かに服部頼むよ、ももし何連させるの、そうですね、トップとのでまず5連ですね、5連ね、目標は5連、今映ってないから服部チャンスだぞと、そうですよね、金ちゃん応援プライスレス、中志は今自分のいじってる、いじってますよ、はい、いじり倒しますから今、中志、いついいところ見せるの、今でしょ、あら、ね、圧力は身内込め感じるわ、そんなことないですよね、いやそうですよ、いやいやいや、そんなことないですよ、もうね、最近身内からも最近ね、本当に毎日圧力かっこいいっていうコメントいただくんで、いやいや、おかしい、おかしい、ありがとうございます、おかしいからね、ナナシー頑張って、はい、はい、ナナシーね、ナナシー、あ、ナナシーね、はい、ありがとうございます、ナカシー最初にかまさないとこの放送でキャラが決まるんだからなと、わかりました、はい、あと何回転ですか、ちなみに、あとね、35回転、やばい、やばい、やばいですね、そのまま沈んでください、おかしい、圧力ライターで買収したんだろう、お、よく知ってますね、圧力ライターね、
こんばんは、こんばんは。この前50連した14万発です。わら。元10万発です。50連？ルパンの方でしたね。すごいですね。すごかったです。もうわけわかんない。相模原店で？はい、多分うちだと思いますよ。気候の相模原店で50連して14万発？はい。どんだけですか本当に。僕目撃しましたよ。やりすぎですよマジで。ちょっとそういう日呼んでもらってもいいですか。お腹空いてるんで僕ね。圧力の身内です。今日もイケメンっていやいや打ってます。やめてくださいこういうの。お赤文字。中西チャンス、はい、はい、どこも落ちてました、そうですね、本当に他の台打ってほしいなと。いやもう終わりですからね、はい。シャトルバスの運賃っていくらなんですか。なしですね、なし、0円です、0円です、はい、ただで乗れますんで、ぜひ。あー暑そう。暑いんじゃないですかこれ。さあ来るか、当たれば金ちゃんと並ぶよ。こいつ弱いっすよ、はい。圧力のかっこいいコメの求人が気候な各店に置いてあったよ。置いてないから。モルターが跳ねる、きた。当たったんじゃないですか。なんかなった、あ当たった。お当たったんですかこれ。当たり、これ当たり、いやまだ。あーい、来ました中志2回目の当たり。いやいいね、これで金ちゃんと並んだよ。金ちゃんやばいよこれで。あと1回当てられたらまくられるからね。さあ今日の罰ゲームは誰がやるんでしょうか。店長フェイスオブハットリは、うん、打ちますか。当たった鳴ったのは確定。キコーナのシャトルバス乗ると船に乗せられてじゃんけんみたいなゲームやらされるんでしょ。ないですよそんなの。はい、あ店長チャンスですか。赤カットイン、赤カットイン、あ外れた、あダメ、はい、それ開示だからね本当に。4ラウンドだぞ。14万万発は本当にすごいの。すごいね、16はいらないぞと。さあ何ラウンドでしょうか。罰ゲームはアイスウォーターチャレンジでしたっけ、それ昨日。金ちゃんも熱い。いやー微妙です。はい、中志頑張れバイ関西と。お、ありがとうございます。はい、4ラウンド大当たり。やりました。いいじゃん、いいですよ時間的に。 4ラウンドはいいよ、はい、今日は、はい。さあ、4ラウンドはいいよ、いいよいいよ、さすが。さあこれ4ラウンドだと音楽は選べないんですね。選べないですね。はい、さあ今の、残り20分の状況で高橋店長が4回そして、金ちゃんと中志が2回ずつということで並んでおりますんでね。そうですね、ここからは結構もう微妙な戦いになってきますよ。時間もないですからね。はい、金ちゃんは引かなくていいよ。なんでですか。さすがパチパチ。50連って何時間かかるのとね。消化するの結構かかるでしょう。ああ、かかるでしょうね。50連って聞いたことないな、ルパンで。すごいね。残り時間短いから4ラウンドでいいよ。そうだね。あと何分ですか。あと20分ぐらいですね。20分。はい、どうします。50分まで遊戯にして残り10分で罰ゲームやりますか、それとも2時まで遊戯してそこから罰ゲームにしますか、どっちにします。55分までします。じゃあ55分までしましょう。じゃあ残り15分です。さあ、はい、これ何だ、欲しい3つなんだけど。はい、あちょっと高橋店長チャンスですか。なんかあんま見たことない、見たことないリーチになっている。ちょっとカメラ映しましょうか。あこっち中州です。こっちがね、中しいので、あ、こっち、はい、よし、で、熱いんじゃないですか。熱いんじゃないの、いきなり。だるい、だるい、だるい、だるい。あ、ダメだった。ダメ、はい、はい。いや、これさっき当たったやつですよ。はい、これ当たる、当たるかしら。当たるでしょ。頭左にしてもらってもいいかな。あー、すいません、ありがとうございます。あー、もういって、おお、確定音来ましたね。来ましたね。はい、だる。出玉やったわ、なかったのに。あ、はい、はい、あ、頭左でもいいかな。はい、ごめんなさい。はい、
ライトミドルは確定音とかメーカーキャラとかよく出るイメージあるなあ。ミドルは全然出ないイメージ。当たりやすいからですかね。ああ、かもしれないですね。はい、お当たりおめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、金ちゃんの首蹴って、はい、お疲れさん。ほんと確定音多いな、うん、はい、16ラウンド大当たり3回目ですね、これで。いやー、これ1位も見えてきましたよ。いやー、来ましたね、これ。はい、復活の大当たりとかあるの？ありますね。ピラミッド店で8時間当たり1本見たことある。すごいな、すごいですね、うん。白兵中市リード、頭左でもいいかなって、美容院みたいな言い方ですね。あ、お渡しのね、すいません。残り時間短いから4ラウンドでいいよ。16ラウンドでしたね。最近圧力は50分で終わらせたがるよね。いろいろ諸事情があるんですよ、こちらにもね。高橋店長ね、いろいろあるんですよ、大人の事情が。はい、ももしも喜んでるぞとね、中市当たったからね、はい。AKB はなんで16ラウンドの割合減ったんですかと。高橋店長、AKB はなんで16ラウンドの割合減ったんですかと。ああ、そうですよね、はい。あ、なんでですかね。なんでなんです。通常時8ラウンド確変が増えた、ね、あの、いや、あのランクアップボーナスみたいなのが増えてます。ランクアップボーナス、はいはい、割合がね、ちょっと増えてますね。そうですね。でもあっちゃんいないんですね。ああ、前田あつこいないですね、うん。ちょっとなんかし、あの背中を倒し気味で打ってもらえるとありがたいかな。はい、はい、すいません。流れかな。はい、よし。猛烈、店長熱い、店長熱い。今連射してますか。緑16連射してます。16連射、うん、来るかな。緑保留ですからね、うん、2つ半、はい、星2つ半しかないんで、ね、はい、無理ですね。なんか弱い、うん。実写出すの大変なのにさすが中市だなと。あ、そうなんですか、うん。あ、これそうみたいですよ。実写なかなか出ないみたいですよ、はい。あ、青だ、うん、ちょっと弱そうですね。あかんないこれ。あー、ダメ。金ちゃん来週から来なくていいよ。はい、お疲れさん。嫌です。50連は、体感 3,4 時間です。おお、一撃で約5万発、そこから追いかけての9万発。すごいな、マジすごい。どんだけ引き強いの。なぜか、金猛烈カード熱い演出行ったことがない、当たらないわけじゃないけど。ああ、そうですよね。金ちゃん明日から店来なくていいですよと。お疲れさん。お疲れ様。お疲れ様です。この後飲み会ですかってことない。ああ、いや、違いますよ。何ですか。私会議ですよ。あ、会議ですね。あ、そうですね、明日。そうですね、あの大阪にね、高橋選手行かなきゃいけないんですよね。まあ、あれですよ、月に1回は大阪に行ってるってことですね。大阪に行きます、はい、はい。じゃあぜひ明日ね、大東店のね、店長に、あ、行ってみますね、はい、ちょっと対決しようよ、ね。店長の引いた、猛烈カードから全回転だったよと。あ、そんなことあるんですね。あるみたいですね。金ちゃんも日本から帰国してもいいよ。日本人ですよ、大阪出身ですよ。これ何、はい、すいません。暑いですか。いや、暑くないです。はい、神奈川県の名物って何ですか。神奈川県の名物って何ですかね。まあ、横浜だとシューマイ。横浜だとシューマイ。崎陽軒のシューマイ、はい。あと何かありますか。横浜ハーバー。ああ、ハーバー。はい、あと何かありますか。なんかこう大阪帰るときに買っていくお土産とかないんですか、二人は。東京バナナですね。東京バナナ。あ、東京バナナが多いんだ。あ、海軍カレー。あ、横須賀ね、海軍カレー。そうだね。中華街って餃子は有名じゃないの。肉まんの方が有名じゃないかな、中華街で、ね。あ、そうですよ ね、 ね。小籠包みたいな。あ、そうですね。店長、梅田で待ってますよと。ああ、梅田。梅田、じゃあ行きますよ。梅北ですか。ああ、東京カンブレ。
母親の捨ては確定じゃないのか。ステージ？ステージ。確定じゃないっぽいですね。はい。明日は7時からウェスカーの会社説明会があるから出てと。富田マネージャーの、はいはい、あの番組がやってるんですよ。ああ、そうなんですか。ウェスカーの会社説明会みたいなね。それ出てくれっていうコメント来てますね。ああ、そうですか。当たったことないけど母親の金のステージって熱いのかなと。どうなんすかね。あ、明日は休みだったわらわら。鉄拳で50連くらいしてるのを見たときはびっくりしました。あれは続いてるイメージないのかな。あんまりね。さよなら金ちゃん、今までありがとう。お疲れさん。お疲れ様です。ちょいちょいひどいコメントが何ガチへこみしてんの。大丈夫中志、あと1回当てようと。はい、頑張れ。はい、緑ホレックスきてますからね。はい、いや、緑あかんよ。いやいや、これ熱いんじゃないですか。金よ。金これ当たるでしょう。これは来たんじゃない。店長、やっぱり道山町行くんですか。道山町なんだろう、なんて読むんだろう、読めないな。サンマーメンです。あ、これもね。あ、サンマーメンね、有名ですね。うん、大仏持って帰りなよ、鎌倉か。あ、鎌倉のね。うん、大阪だと551の豚まん、うまいね。おいしいですね。鳩サブレ、あ、これも有名。鳩サブレ、あ、鳩サブレね。あ、中市の保留が見えるようにしてほしい。あ、わかりました。じゃあこっちのこっちから移す、こっちから移しましょうかね。はい、こうすればいいかな。はい、じゃあこっちのカメラを金ちゃんにすればいいかな。はい、はい、はい、何これ。え、何これ、どれ。保留になんか女の子が、あ、保留に女の子がいる。どれ、緑保留。はい、緑保留で、さあ変わるか。さあどうだ金ちゃん、なんか暑そうだぞ。ねえ、そんな暑くないまだまだ。あー、来ました、復活大当たり7よ。はい、おめでとうございます。中志大当たり。中志4回目、これで4回目です。これで4回目なんで店長に並びましたよ。はい、見えてきましたね、これ。いや、もういい、もういいよもういいよもうこれあと1回当たったらね、もう抜くからはい、はい、おめでとうございます。4回目の大当たり、いいな。はい、金ちゃんはどう。あ、ダメそうでした。ダメそう。あ、はい、でも猛烈が来た。はい、北野中志、中志が今1位ですかってことです。今店長と1位タイですね、中志が。はい、はい、店長、いいお姉ちゃんいるお店あるんだけど教えようか、大阪でわらわら。お教えてください。はい、あ、曲なんか変えてくださいね。ありがとうございます。確定でしょこれ、6回くらい見たけど一度も外れてない。相模原はセクハラが名物だよね。ああ、そうですね。あ、外れた外れた、上がったんやったんですけどね。弱いかったかな。復活はなし。はい、三強の復活はその機種の一番いい当たりのはずだよ。なるほど。中志まくれ、店長まくれと。はい、頑張ります。はい、そうはさせませんよ、うん、金ちゃん頑張ってよ。はい、逆転される金ちゃんはかませ犬。当たらないは、争いじゃなくて当たりの争いになってよかったねと。そうですね、中志遅咲きだなと。そうですね、最後に新人が持っていくとかできた台本だなと。本当ですね。間違いですね。大阪の添右衛門町っていいところ、ところいいよと。添右衛門町、はい、どの辺ですかね。ナンバーとかの方ですか。添右衛門町ってあれじゃないですか、あれですよ、南の帝王の舞台になってるところですよね。じゃあナンバーの方ですよね。はい、ナンバーだねと。うん、2時まで打とう、かっこ提案と。南、南、うん、
さあ、ああもう50分だ。じゃああと5分5分で、じゃあ中市が駆け抜けるぐらいまでにしますか。じゃあ、ね、時間的に、はい、中市が次当たって1位になったらやめましょう。じゃあ、はいはい、もしくは中市が駆け抜けたら終わり、はいはいはい、でそれまでにね、なんか当ててくれればね、金ちゃんと店長が、まあ、任せてくださいよ、こっからね、まあ、残りのラストスパートでね、はい、はい、中市あと5分、うん、やんちゃな子猫、グリコの看板の近くだよと。そう、ね、ああそうなんですか、はい、引っ掛け橋の近く、あ、引っ掛け橋ね、道頓堀の隣が添右衛門町。あ、な、中市いつの間にか主役になってるなと。そうですね、はい、予定通りですね、はい、予定通り、はい、予定通り、いうことは違うね、これ金だよ。え、今金じゃない、今金っぽかったですよ。またそれカメラ欲しがっちゃう感じですか、坂井店長。ねえ、いやでも金だったよ、欲しがっちゃう感じ。青堀湯ですけどね、あ、ほら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 、あ、ちょっと待ってください、じゃあちょっと中市のカメラをこっちにね映しましょう。来たんじゃないのこれ。本当ですか、最後で勝つのがこれ。高橋店長欲しがりだから最後ね。じゃあこっちの画面、あ、お、ちょっと中市、これダメかな、はい、微妙だね、はい、ああ。あ、いいっすよ、カメラ戻してください。え、いやいやいや、もうせっかくなんで、ね、あんま多分いいやつじゃないよ、ちょっと待ってくださいね。これ金って確定じゃない、金は確定ではないんじゃないですか。おお、これ当たったんじゃないですか、はい、さあ、中市は当たった、激アツって出てましたけど、激アツ、ごめんね、カメラ余裕シャクシャクっすもんね。当たりますやん、ファイティン、中市調子乗 乗るよね。ああ、そうですよ ね, すね、なんか感じ悪いですよね、悪いですね。金ちゃん、はたくのお疲れ様でした、また新しい仕事頑張ってね。中市当たったじゃん、はい、赤、お、赤、高橋店長は赤、赤ですよ、さあ来るか、来い、おお、初当たり4回目ですね、持ってきた、持ってんな、すごい、やっぱ来ました、金はな、金は確定ですか、はい、確定でしたね。さあこれで、中市も当たれば同点ですね、はい、同点ですか、ね、テロップの位置ちょっとね直すからね、ちょっと待ってね、これで中市が当たれば同点、はい、来ました、これで5対5、高橋店長まさかの大当たりですね、本当に。はい、4ラウンド、ラッキー。はーい、ラッキーラッキー。ラッキー。ここはもう早く消化しません。はい。早く当てた方が勝ちにしますから、はい。連チャンしないけど、すげえ軽い台に見えちゃうの。まあ、199分ですからね、軽いですよ。あ、延長しようよと。あ、金ちゃん、さよなら。さよなら。あ、金ちゃんお疲れ様。あ、金ちゃんいたの。ああ、くっそー。今週の金曜日、高橋店長いますか？10万発さんから。金曜日。はい。ちょっと待ってくださいね。金曜日。な、何日ですかね。おお、16ラウンド。金曜日って何？はい、金曜日ですか？ちょっと待って。何日？今日が1日の火曜日だったんで。2、3、あ、金曜日多分いますね、4日、多分いますね、4日、あ、はい、いるそうです、はい、ぜひ遊び来てください。中市当たったじゃん、延長か、ヒーヤン、一人を除いてめっちゃいい勝負してますね、今日は。そうですね、次当たった方がかもう、あの、それ当たった時点で終了しましょう。次当たった時点で終了しましょう、しましょう、ね、サドンデス方式にしましょう、はい、高橋店長持ってますね、見せますよ、うん、高橋店長まさかの回、金ちゃんはそういう役回りなんですかね。まあまあ持ってない、ね、持ってないね、うん、接戦、連チャンしない、あ、これ読んだ、中市 VS 店長、はい、うん、ここからはね、男の戦いですよ、男の戦いですよ、本当に、はい、どっちが勝つか決めよう、そうですね、同点ならラウンド数で決めますか、もう55分だよって、店長中市頑張って、あれ誰か忘れてるような金ちゃんね、いやいや忘れてください、もういいです、はい、もういいです、
ローテンなら出玉数で、そういえば先週いた金ちゃんいなくなったの？あ、もういなくなりましたね、今日はいますよ、うん、はい、先週はちょっとお休みいただきました、はい、延長しようよ。金ちゃん泣いてるの？ちょっと目から汗が金ちゃんいると安心するわ、大の差が分かって確かにね、まあ、いいところだけじゃないっていうところね、パチンコはね。いや、僕は当てましたからね、でも言うて2年ね。いやいや、当てて、当ててないよそこすら認めてもらえてないさあ、2人ともただいま当たって、あ、そっかそっか、中市は大当たり中、今大当たり中ですね。はい、高橋店長は ST 入ってますね、24回転、はい、雑誌によると金予告は 30% から 40% の期待度らしいです。ああ、そうなんですか。ありがとうございます。え、当ててないだろ金ちゃん、では金曜日いきます、ちょだま20万発目指して、おー、ぜひ頑張ってください、頑張ってください、本当に。金ちゃんって今日当ててないやん。当てましたよ。いやいや、当ててないし、当てましたよ。ちなみに高橋店長と、中氏は5回ずつですね、これで、はいはい、僕も2回当てたんですけどね、中氏に至ってはこれ5連目ですからね、連チャンしてますから。ああ、すごいですね、はい、金ちゃんは自らを犠牲にしてパッチの厳しさを教えてくれてるんだよ。そうです、そうです、そうです。金ちゃんももしに慰めてもらって、いいよと。じゃあちょっといいですか、今晩気持ち悪いよ今晩、延長ありがとう、いえいえ、これね、サゾンデスなんで、もうどっちか当たったら終わりですよ、はい、はい、さあどちらが先に当てるのか。さあ中氏がリーチ先かな。いや違う、ああ、ここからか、ここから、はい、はい、オッケー、エロいわらわら、さあどうでしょうか。2人ともスルーする可能性もありますからね、もちろんあります、はい、まあ見守りましょう。さあ、なんか動きがいいのはどっち。さあどうかな、青だもんね、うん、青はちょっと弱いかな、高橋店長、うん、あ、ダメだ、4ラウンドで勝ちとかなしだろうと。あ、16は最後引いてきっちり終わらせろって。いや、当たるかも分かんないからね、うん、熱いな、熱いのはどっち、中氏、中氏来る、来るか、緑か、さあ中氏は18回転、高橋店長は55回転、はい、さあどちらが当たるのかな。4ラウンドで何発ですか。370ぐらいですね、はい、あー、リーチかからず、サドンデスって面白いですね、残り50、はい、2人スルーしたら金ちゃんの勝ちでよくねえかいや、それはあかんしょ、それいいですね中氏今のところ5連勝そうですね、やっぱりラウンド2勝負が良かったんじゃないんですかと。まあまあ、ね、次やるときとかね、いろいろそういうの考えながらね、やりますんで、それでいいね。どうせ店長も罰ゲームやるんだから勝負いらないでしょいやいや、ありませんよ、明日会議だもん。ああ、そうですね、すごいワクテカが止まらんと。お、ちょっとチャンス、中氏緑盛り来てますね、リーチが勝てれば大チャンス。中氏もう決めちゃえよここで、ね、やばいな、これはきついか、やばいな、転敗したら当たり、転敗したら当たりだってよこれ、転敗したら当たりだよ中氏。あ、当たった、当たった、来ました中氏、大当たり、やってました、コングラッツでしょ。いや、最後見せたね、これでね、16ラウンド引いてくれればもう最高だよ、逆転、最後の逆転劇ですね、今日は。今日のトップは中氏、6回ですね、大当たり、おめでとうございます。決まったかなと、大逆転ですね、本当に今日は面白い、まくりすごかったな、そうっすね、いや、いい最終回、違うよ、最終回じゃないよ逆転すげえ、今までありがとうございました。いやいやいや、毎週続きますからね、見てくださいね、来週もいいドラマだった、おめでとう。 あ、当たっちゃいました、もうええっていや、もうええよ、その空気読まない感じ、何今ここで当てるんだね、金ちゃんは
はい、おめでとうございます。画面映ってないところで金ちゃんが今当たってますけどね。あのなんかスロットみたいなやつの演出で、あスロット演出で大当たりね。それ暑いの？あなんか あんまりやったです。緑保留やったし、中しいドヤ顔はってもう最後見せてくれますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、それあれちょっと待って、ね、あクルーンのやつで、ああクルーンですか、ね、スロットは、たまに当たる、うん、金ちゃんもあるかなと。まあ、金ちゃんね2時以降なんでこれ無効ですね、金ちゃん何やってんだよとね映ってないところで。さあ今日の、トップは中志、2位は高橋と、3位は金ちゃんと、はい、じゃあ終わりにしましょう。はい、じゃここだけちょっと見ましょうか。16引けるかどうかね。さあ、まあ、ここで4ラウンド引くのがねはい、4ラウンド渡り中志、中志4ラウンドで終わりですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、電源落とした。じゃあ少々お待ちください。何かな、よし、結構米伸びたな。そうっすね、米も視聴者数も本当にたくさんの方、米今日どんなものですか。1166めちゃめすごいですね。めっちゃこれさばけないですよ本当に。今日はね本当にたくさんの方に来ていただきましてありがとうございました。 ありがとうございました、ありがとうございました。ちょっと待ってくださいね、今調節しますからね。飲むかな。はい、面白かった金ちゃん米まで再開だなと、金ちゃんも放送禁止、本当に、まさしく空気読めてないってこれだよな金ちゃん。そうですね、今日の、ね、今日の罰ゲー ム, ゲーム、はい、わさビーフボー、それご褒美じゃないんですか店長。わさビーフ、わさビーフに、これをやっぱりあるんだ、やっぱりデスソースあるんだ、やっぱりデスソースあるんだね。わさビーフだけかと思ったらやっぱり持ってた、やっぱり持ってたね。ちょっと画面見えるところでやってもらってもいいですか。なんかね、はい、やってない感じが来たらね、そうですね、じゃあ店長渋い、つけます。これ足りる、はい、大丈夫、食べ足ります。ポテトチップ足りる、大丈夫、いいよ、はい、いただきます。あ、早いね、早いね展開が。はい、どうぞ。さあ金ちゃんの、わさビーフにデスソースまで3、2、1、どうぞ。キーちゃん、キーちゃんどう、キーちゃん、キーちゃん、キーちゃん、ちょっとカメラから逃げないで、カメラから逃げないで、どうなのどうなのキーちゃん顔の色変わってるよ、大丈夫美味しそう、中心もやろうかってコメント来てるよ。あそうだな、中心あの、辛くもない、中心あのデビュー戦やからな、はい、それは致死量だろ。あ、中心も行く、行くね、店長子供か、店長遠藤健一に似てないか、あちょっと似てるかもね、デビュー戦だからね。はい、じゃあちょっとカメラに向かって見せてください。はい、私食べません食べないですかはい、じゃあ中心ちょっとこれマイク離して、はい、でね、あの画面の見える位置でリアクション取ってくださいね。じゃあ中心のデスチップスまで3、2、1、どうぞ。さあどうだこの子いや面白いな店長お手柔らかに、関西人さすがだなと。あ中志ちょろろ、こっち来て、こっち来て、どう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 、ほら感想聞かせて中志。いやまあこれがね、まあ喋、まあ、れない、まあ喋、れない気持ちよくわかります。これがね、やっぱニコ生ってもんですよね。そうですね、うん、店長フリオッケー、中志店長に食べさせろ、金ちゃんフリーズ、私はね、勝ちましたんで。そうですね、うん、いやいや、ちょっと待って、うん、勝ちました、今日1位中志絶対ね、いや私ね、勝ってないですよ、勝ってないですよ、食べませんよまあ明日ね、今日会議ありますからね、そんなしょっちゅう食べてたらね入院しますからね。そうですね、はい、高橋店長今日はいいからね、絶対今日は食べなくていいからねってコメント来てますね。それ食べろって言ってたしょうがないよ、中志早く作れ、はい、当たり早かったからね、はい、ね、トップ賞ですね、はい、わさビーフ食べようそれなんでもないですよ、なんでもない
全然聞いてないじゃないですか。アンコールね、はい、ということでね、お、本当に作ってる。いや本当に流し、いい、本当に作ってる。本当に、ね、本当に食えと言わんばかりに、ね、店長に、明日会議なんで。でもね、ほら、せっかく作ってくれたんですからね。量が多い。量が多い。ふざけた、ふざけた量をして。ビビってるよ。店長ビビってるよ。店長ビビってるよ。すいません、もう、新幹線の時間なんで。こんな時間走ってないですよ。明日は大阪行かないでください。ああ、そうですね。閉、はい、めましょう。じゃあ閉めますか。じゃあ並んでください。聞こえない人たち全員、全体的にサービス精神高いよね。そうですね。口に入れたれよとね、せっかくなんでね。はい。おかしい、はい、おかしいおかしいですよ、店長それうまいだけやとポテトチップスね、うん、はい、ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、来週は、パチスロの鉄拳セカあサードサード、のね、放送したいと 思ってますのでね、はい、ぜひ、来週も見ていただければと思います。ブラックラグーン2お願いしますね。あ、どれがいいですかね、うん、その次はその次ね、坂本冬美。ああ、ふゆみ、まあ、それ来週聞きましょうかね。ふゆみ姉さん、ね、そうですね、はい、圧力が食べればいいんじゃないかと。圧力でもいいぞ。なるほどね、うん、服部くん、服部だよと。来週服部服部くんでもいいですけどね。好きだな、みんな、ブラクラは本当見たいと。ダチョウ倶楽部のヤーで終わろうかと。何ヤーって、全員でヤー、それ始まる時でしょ、それやるのね。はい、といったところでね、今週の放送はこの辺でお別れしましょうか、はい、また来週もお願いします、はい、また来週もね、ぜひ見ていただければと思います。ブラクラとビバップ日表サムライチャンプル、なるほど、はい、まあ、検討しますのでね、はい、ぜひまた来週も、金ちゃんもう死んでますけど、ね、金ちゃんどう辛いですもう相当具合悪くなったんですね。相当具合悪くなったんですね。もう楽しくてしょうがない。中志どう、ちょっともう唇が、あ、唇が痛い。あ、これもね、うちら毎週やってんだよ。そうですよ、私毎週ですからね。そうですよ、デスト食べながら、ね、たまにはね、休ませてくださいよ。下をたまにはね、まあ、毎週だと、ね、下を休ませてください、はい、あ、お疲れ様、お疲れ様、ありがとうございます。じゃあぜひね、来週の放送も見てください、はい、ということで今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんさよなら、おやすみなさい、さよなら、バイバイ。寝れない。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹。何これ、お前見にくいわ。喋るんだ。夢か。聞こうな。